マイクチェック、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 はい、音声いかがですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか、水曜8時は、ちょっと一回ちょっとあれしましょうよ、マイクチェックの帰りをですね、どなたか、どなたか、マイクチェック、マイクチェック、マイクチェック、大丈夫でしょうか、大丈夫でしょうか、OK、大丈夫かな、ぽいですね、じゃあお願いします、コミケ会、はい、じゃあ、改めて、はい。水曜8時はブラックホールなかなかちょっとね、はい、イエーイ、よしよし、うん、さあ盛り上がっていきますよ、はい、盛り上がってきた、はい、今日はさ、せっかくこういういいシャツ着てきたのに全然前物があって映んないっていう、どうなってるんですか今日、これは何ディバインシャツを着てきたの、内職の途中ですねこれね、うん、これやっていくうちにこれが減っていくと減っていくっていうことなんですか、これどうなんですか、どそういうの、ここで今一応よく分かってないんですけど、これサインするの、はい、サインをして売ってる本、何冊やんすかこれ、100冊全部ずっとサインしてる間ずっとそれだけで終わってしまうというイベントがこれ特にあれですね、ショップチャンネル的なことではないですね、別にね、ショップチャンネル的なことなんだよ、そうなの、うん、今、ちょっと待ってください、情報を一回整理しましょう、今日は柳瀬さんが、米国遠征から帰ってこられました、で、満を持してアクション変態ジョン・ウォーターズ超入門ということで、お送りをしてまいります、はい、はい、寺澤ホークです、あ、柳瀬樹一郎、はい、2週お休みいただきまして、はい、海外無所属3週ぶりで、はい、来日いたしました、というところで、はい、そうです、はい、大体これで今すっごい飛ばされそうになってた、もしかして、大丈夫、はい、これで大体業務連絡は終了、はいはい、ということでブラックホールでございますけれども、はい、今ここに今在庫の山やめてよというわけではない出たばっかりだ、ね、出たばっかりの、まだそんなに厄介者のすすめ、はい、ジョン・ウォーターズの送る言葉、はいはい、これが今我々の目の前に100冊、これが今今概要欄から変えると、はい、YouTube の概要欄から実はもうお求めいただける、私がその場でサインすると、今サインする、今サインする、今ちょっと一冊で試しにとか書いてみて、はい、どんな感じなのかどれがいいの、これに、でこれはじゃあもうリアルタイムで、これはだから100部限定、100部限定、そのサイン入り、そうですね、まあ、版元がもしかすると増やすかもしれないですけど、ここにどうやどうやと運び込まれるかもしれないという、はい、あ、柳さん結構サイン画数が多くて大変ですねそうなんですよっていう、実際皆さんご注文いただいた端からサインが、金のポスターもありますよ、入っていく、あ、金がある、あ、これ金も100歳、金でやろ、金も100歳、銀も100歳、ということなんで、ぜひ、白い黒い本だとね、はい、サインしにくくて困るんで、まあ確かに、確かに、あのぜひ概要欄からリンクございますので、こんな感じ、こんな感じで、はい、こんな感じのサインと、はい、はい、はい、サインが入りますんで、はい、今入りますんで、今サインが入ったやつ、今入りました、お求めいただけますんで、はい、はい、よいしょ、なので今日はこうリアルタイムでサインを入れながら、ジョン・ウォーターズ超入門ということで、はい。はい、大変な、これタメ書きとか入れなくていいの、あ、なんとか様はつけられないんで、つけられない、あ、そうですか、あ、そうか、管理できないってことね、そうです、なるほどなるほど、じゃあ黙ってサインするのまあ挟む紙とかありますもん、うん、あるあるとか、まあね、これであのサイン入ったやつでまたそれをどちらかへ、お持ちいただければですね、もしかしたらあてなのね入れていけるかな、はい、ということでございますんで、ぜひ皆様ふるって、これ多分あと何冊とかね、そうそう、電話番号とかね出るんじゃないですかね、電話番号、まあ、ちなみにですね、はい、後で忘れちゃうとあれなんで、はい、言いますけど、今回の、このジョン・ウォーターズ超入門のサムネを使ってる画像はですね、あれは私はボルチモモに赴いた時にですね、うん、ボルチモモの、まあ、アウトサイダーアートの美術館があるんですけども、なんだっけ、アメリカン、ミュージアム、アメリカンなんとかミュージアム、はいはい、あそこいいよね、最高ですね、最高だよね、巨大なデバイナーとかもあって、あそこ超最高なんですけども、うん、そこに行った時に、その翌日からですね、うん、僕が行った日の次の日から、ジョン・ウォーターズの初期の作品のスチールを撮ってたあのヘアメイクの人ですよね、はいはい、彼の
その写真展をやるんだと言って準備してて、うん、そこでもう額装してサイン入れの、スチールを結構ワゴンセールでもう 売り始めてたんでね。でその時は彼いなかったんですけども、行ったら親父が知り合いとか言って、でもうあの売れるよって言うから、そこでちょっと、ミンクストールの写真とか、ドリームランドの写真とか買って、でそれで買ってきたやつなんですよ、あれね。それをスキャンして今回使っておりますので、あのめちゃんこ解像度がなんていうの、解像度がいいっていう、まあ、そのなんていうのオーセンティックですね。いろいろ今回はね、あのためにためたネタが、ためにためたいろいろ登場、いろいろあるという、はい、さあちょっとね、どうしたのか、そういうことしながらひたすらサインをし続けるという、はい、忙しいぞ今日は。 あとこれをせっかくだからちょっと、はい、今日のこれ本当に皆様に差し上げたいんですけど、はい、ご覧の皆様に、これはね、ジュージーフルーツっていうね、はい、グミみたいな歌詞なんですけど、これはジョン・ウォーターズが一番好きな歌詞ということで、っていうのはこの、このただいまたまたまここにあります発売中のですね、はい、地獄のアメリカ横断ヒッチハイクという本の中で出てくるんですけど、その最高の旅っていうね、はい、一番いいことばかりが起こるやつっていうのなんですけど、はいはい、その中でガムドロップっていう謎の男がジューシーフルーツの、販売運搬トラックを運転してて、はいはい、それに乗せてもらって、うんうん、ジュージーフルーツを食べ放題食べられるという夢のような、夢ですけどね、夢なんですけどね、はい、ありまして、それがねこれなんですよ。でこれちょっと一口どうですか、スーパー銭湯で見てるという人はですね、スーパー銭湯俺入れないんだ、スーパー銭湯で、ご覧になって、おこれね、気をつけて、なんで、THC が入ってるとか、いやそうじゃない、そんないいもんじゃない、そういうもんじゃないですか、ね、すごいこれ粘るんで、歯にくっつけて、歯にくっつけて、刺し歯とかだと、刺し歯の人は気をつけてください。これなんていうの、もう速攻で銀歯が取れそうになるやばい、やばい、やばいのよこれ、やばいんですよ、うん、これはいけません、うん、なんていうこれは、ハイチュウとも違うんですか、新食感、いやいや、秋山君も一個あげる、黒いベリーのやつあげる、なんていうかこの黒が一番やばい、うん、黒は味もやばいからね、うん、弾力はないんですよ、弾力がない、弾力がない、あのね、貼り付くことに 100% かけているという、うんうん、これが女王たちが一番好きな歌詞って言って、これがどこ売ってんだろうと思ってさ、うん、そこら辺のあのなんかニューヨークのシャレたデリーとかだと、はい、オーガニックデリーとかだから、ね、トークにすごい差し支えがあるんですよ。あの、まあ、うん、一応、はい、どんなものか味わっていただいて、はい、なんですかね、なんかすごいんだよこれこれはこれ本当に多分田舎のものだよね。で田舎のスーパー行かないと多分売ってないと思うんで、ニューヨークのシャレたデリー、オーガニックデリーとかいうところだ と、ね、全然こんなんもなくて、味はですね、砂糖と香料しかないっていう、うん、すごいストレートな味ですね。これパッケージがすごくてさ、うん、意味わかんない、ナチュラリー&アーティフィシャリーフレーバーと、ナチュラリー両方使ってるってことどっちだよどっちだよ、自然なのか自然なのか人工的なのかどっちなんだっていう、どっちなんだ、いやー、なかなかこれは衝撃的でしたね、うん、まだどっかにちょっとなんか残ってますけど、はい、すいませんごちそうさまでした、ね、全然歯から取れないそういう、皆さんもこれぜひ、ね、ぜひ頑張って探して、間違えて2個口に入れちゃうと大変なことになる、大変大変、うん、危ない危ない、ね、一瞬あのグミとかジェリービーン、まあグミだろうな、グミっぽい見た目なんですけど、ね、そうなんですよ、うん、まあアメリカのグミかなと思ってるんですけど、はい、まさかこんなものだと思うのか、ちょっとこれは衝撃的でした。ねちゃねちゃ音が、まあ、アメリカでもあのリコリスとかもね、はい、銀歯が一発で取れますから、はい、これでもこれリコリスよりも多分強いでしょ、粘着力、粘着力が、うん、すいません、なんか嫌な ASMR をお送りしてしまったかもしれません、そうか、失礼しました。バン対象なのこれ、いや、そんなことはないと思いますけど、いやいや、これ大丈夫です、はい、すいません、はい、おじさんのネチャネチャ音を出してしまいました、口の中がどんよりしたんで、ビールでもいただいて、はい、すいません、ということで、まあおそらくだからジョン・ウォーターズは結構歯が丈夫ってことですよね、これね、これをこれ全部刺し歯取って食ってんじゃない日常的に舐め続けるところ、うん、ね、はい、ということでございますよ、はい、はい、でどうしましょうか、もう今日だって情報が盛りだくさん、ザクザクいきますよ、サインもしなきゃいけないんだから、サインもやってます、はい、ちょっとじゃあとりあえずもう既に売れてる分があるんで、売れてる分はちょっとぼちぼちサインをね、売れてる分、ね、教えていただきます、ね、はい、はい、
ということで、うん、ね、はい、ジョン・ウォーターズ厄介者のおすすめ、ジョン・ウォーターズの贈る言葉、ね、スパッチャもありがとうございます。あ、スパッチャはね、本当あの、はい、随時言えないかもしれないんで、まとめて、はい、ありがとうございます。いつもありがとう、ありがとうございます。諸岡くんか、諸岡くん、諸岡くんね、いつもお世話になってます。お世話になってます、お世話になってます、うん、はい、ということで、まだこれバンバン売っておりますんで、皆さんポチポチと、はい、ポチポチと、はい、クリックをポチしていてくださいませ。はい、ということがありつつの、はい、なんたってジョン・ウォーターズ超入門ですから、はい、まあ、これどんな本なんですかね。はい、これ、はい、これまあ、あの、ジョン・ウォーターズはもともとこの人は座談の名手、まあ、この本がねいっぱいあるぐらいで、はい、うん、座談の名手としても知られてますし、スタンダップショーみたいなトークもまあやるぐらいで、まあ、そっちの方でも有名なんですけど、まあ、それで、まあ、そういうのが買われて、その、大学でね、ロードアイランドかなだっけの、大学の卒業式で、まあ、卒業の祝辞というのをやりまして、はい、で、それがまあそれ自体は多分 YouTube とかにも録画が上がってるんで、まあ、聞けるんですけど、まあ、それが大変評判になって面白いぞっていうことで、あのレコードが出たい、うん、とうとう本になってしまったということで、うんうん、名スピーチだったと思うんですね。名スピーチですね、うん、で、まあ、これあの、まあ、美大生の卒業する美大生に向けてのスピーチなんで、基本的にはこれからそのアートの世界で身を立てようと、うん、する人、まあ、これはだから、まあ、面白いんだけどさ、 あんまり日本で美大の卒業生にアートの世界で身を立てるにはどうするかみたいな話とかしない。やるはやってんじゃないですか。やるかね、芸大やってるかな、うん、俺の知ってる美大ではあんまりなかったんですけど割ともっとあのとりあえずあとはなんとあの好きにしようみたいな、ね、投げ出す感じだったんですけど割とこのまま投げ出すんですけど、まあ、もっとその、これ文字通りここに書いてある通りメイクトラブルですから、はい、お前らもっとあの世間で、はい、いや、あのガタガタ騒ぎを起こせと、うんうんうん、アジテーションですね、うん、騒ぎを起こしてやっていけ、俺はこれまで騒ぎをしか起こしてこなかったぜみたいなことを、まあ、言ってる。でもそれをなんかちゃんと社会人としてやるよみたいなことも書いてあるんですよね、これね。そう、うんうん、意外とちゃんと自分のね、あのケツはちゃんと自分で拭けとかそういうこともちゃんと言ってるんで、うんうん、これは本当にねためになる、なるというか、うん、なんかあのやる気出てくるよね、読む。なるほど、うんうん、アートライフみたいなもんですね。そう、うん、想定がめちゃくちゃいいですよね。あ、ピンク、うん、これね、実はこの間その、まあ、この後話をしますけど、キャンプジョン・ウォーターズというところに、はいはい、うん、行ってきまして、で、まあ、行って、まあ、向こうのジョン・ウォーターズファンとかにともいっぱい会ってきたんですけど、まあ、この想定でこの裏、特にまあ裏がジョン・ウォーターズの顔の、はいはい、これ見映る、分かんない、ちょっとキラキラするんですよね。キラキラしてるんですよ、うん、星が、ね、ちょっとキラッとしてますね。キラキラ、星がキラキラするんですけど、ホログラムで、はい、これめちゃくちゃ評判良くて、うんうん、みんな最高とか言って、可愛いとか、ね、キャステキーみたいな、キャステキーみたいな、いいですね。はい、そう、これ大変評判良かったです。これは、はい、なるほど、良かったですね。そう本人にも渡したんですか。あ、もちろん。うん、ああ、良かった。うん、まあ、ですからその美大の卒業生に向けではありつつ、はい、あれですよね。よりそのまあ、皆さん、そうでない皆さんにも、そう、はい、うん、そうですね、ぜひ読んでほしいですねという内容ですよね、うん、はい、いやいや、やっぱりね、いいこといっぱい書いてありますよ、これ、うんうん、僕もあの結構、これはあのグッときましたね、ね、うん、そうそう、でもうアウトサイダーになるのは時代遅れだから、インサイダーになる、ね、そうそう、これからインサイダー、うん、からインサイダー、うん、僕はそれでやってるって、すごいな、それ先を言ってますね、その自分のことで言われても、誰も何も言えねえってやつですね。うんうんうん、まあ、これ全部自分の嘘だね、僕ね、言ってるね、うん、まあね、割とあの一気に読んでしまったんですけど、うん、その後ちょっとずつね、うん、あのまた読むっていう、はいはいはい、ジミーがね、そう、うん、ありますね、なりますね、何度でも楽しめると思いますよ、はい、うん、毎朝ね、起きたらまず、うん、まず一行読む、うん、あ、なんか、もう一個食べたら失敗だったかもしれないってところで、まあ、ワーポに戻る、はい、はい、ということで、でこれがまあ実際その公演の模様なわけですよね。多分ね、
こんな格好してるっていうようなことはね、噛まないようにすればいい。コスプレですよね。コスプレ、コスプレ、うん、はい、はい、まあ、ジョン・ウォーターズ自身はね大学卒業してないし、うん、はい、そんなジョン・ウォーターズ、はい、概略です。まあ、でも今日だって、はい、柳下さんとフォークは大学卒業した組でしょ。うん、しましたよ。出ました。しましたよって言われちゃった、うん、僕してませんから、ね、あ、そうか、はい、さてそれはいいとして、僕も留年はしました、うん、留年は私もしてます、はい、それはまあ、ということで、はい、そんなジョン・ウォーターズでございます、はい、1946年メリーランド州ボルティモア出身、現在76歳、70年代にピンク・フラミンゴ、フィメール・トラブルでカルト映画監督となると、80年代に入ってポリエステルからはメインストリームでも活動、88年のヘアスプレーで世界的な成功を収める、そうですね、俳優、モダンアートなどでも活躍という、まあすごいざっくり言うとそんなところですよね。まあその、はい、そうですね、だから本人がそのね言ったのはだからあれですよね、ヘアスプレーの後ですけど、はい、クライベイビーを作った時がちょうどピンクフラミンゴの25周年かなんか撮ってて、はい、で、クライベイビーがビデオ映画に並んだ時にピンクフラミンゴの25周年版もレンタルビデオに並んでいて、あの家族連れがあら、これ先週見たクライベイビーのって素敵な映画の監督さんじゃない監督さんじゃないって言ってピンクフラミンゴ借りてくんで、もう爆笑してたっていう、はいはい、話があります。そして全米のお茶の間が、全米のお茶の間が発表するという、そういうことが普通にブルなんだっけ、あのあれウォルマートとかでも売ってたんですよね。そうそうそう、やばい、うんうん、はい、まあ、特にあのあれはね、ヘアスプレーが大ヒットしたおかげで、うん、結構お茶の間の顔になって、顔じゃない、うん、お茶の間に進出したという、進出したというね、うん、なるほど、というところでございますよ、はい、で生い立ち、生い立ち、生い立ち、生い立ち編です。まあ、今この人実家に住んでて、うん、ですよね。あ、いや、あ、もう引っ越したのかな。実家ではないと思います。実家じゃないのか、うん、まあ、でもなんかお母さんと住んでたんですよ、ずっと。いや、さすがに一緒には、もう違うのかな、うん、暮らしてなかった、ね、なんか同じところにずっと住んでたの、まあ、多分近くで、で僕はその、うん、そのまさにその25周年の時に、うん、ヨーゴタの家に行って、まあ、その写真はないんですけど、はいはい、これ、ここにあの、なんだっけ、あの町山と一緒に行ってインタビューした時のね、はい、このパンフレットのように、はい、あ、それがその時のパンフレット、そうそうそう、あ、懐かしいですね、これね、でこれ、どんなパンフレットなのか、書影も、書影っつうか、これ、これは、これはもう川勝さんの川勝仕事のベスト川勝仕事の一つと言われている、うん、はあはあ、こういうこれ箱、ビデオ型の、ね、VHS で、ね、ビデオ VHS 型の、はい、でこれ裏側が最後、これちょうどもうノリが剥がれてるんですけど、裏がこれなんで、まあ、例のこれで、あ、あのチキンファックンとかね、チキンファックン、はいはい、これ見せられないんですけど、ちょっと各自隠して、はい、とこれね、お確かめください、そうそう、各自と、はい、いや各自でお確かめできないで、なんだっけ、これあのシールもついてるという素晴らしい出来、ほら、ね、そんなかわいいワンコが、かわいいワンちゃんも写ってるよ、はい、そんなかわいいワンちゃんもっていうね、はい、日本にまだお金があった頃の産物ですね。そうですね、まあ、川勝さんの仕事だからすごいんですけど、はい、まあ、それで行って、こういうね、まだ若いジョン・ウォーターズと、まだ若い我々との写真がここにあります。ここに行った、まあ、これ家行ったんですけど、はい、それは本当に、多分家の実家の近くで、すごいいいとこ、うんうん、高級住宅地の中の、まあ、あの一角で、だから本当にそこにファンとか来ると迷惑、多分本当に迷惑なんで、普通にあの近所迷惑っていうか、まあ地元ではあれなんだろうけど、その近所の人とかは結構、まあでもそうは言っても知られてるから、まあ、時々来て大変なことがあったりするらしいんですが、まあ、そういう場所では全然ないってことよね、うん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 、ほらサイン本残り10冊嘘、え、本当そうです、え、花売れてないの、もう再発選手だとやばいですよ、じゃあもうこれ、じゃあこれ全部再発選手じゃないの、俺、そういうことマジかよ、忙しくなっちゃう、ありがとうございます、あと10冊です、でマジ、ジョン・ウォーターズはですね、はい、で、まあ子供の時から映画作り始めてたんですけども、うん、基本的に親にお金借りて作ってたんですね、でもちゃんと返したっていう全部返したっていう、全部返したっていうね、ピンク・フラミンゴもちゃんとお父さんからお金を借りて作ったという、お父さんからお金を借りて作った、お父さんすごいですよね、でもね、お父さんにお金出してもらって作った映画がピンクフラミンゴっていうのは、それだけでもちょっとやっぱり、うん、なんかエピックな感じがしますよね、うん、まあだから、まあ、ずっと8ミリを、中学くらいかな、うん、くらいから友達を集めて8ミリ
とかを作って、はい、まあ、そこの話はこの、はい、これに、この本、あ、そう、これね、これ、はい、アクシメがそこに書いてある、この普通にね、こういう、はいはい、どっかで見たことある、どっかで見たことある、こういう、はい、どっかでみんなやってた、みんなやってた、みんなやってたやつ、はい、初めてね、うん、でこれ撮ってたのがドロシーカンザスシティポッドヘッドっていう、いい加減しろって言ったんですよ、本当にそういうものばかり作っていたというね、はい、やっぱ借りたお金は返すっていうことですよね、それでこう信用を、そうです、信用は大事だって、それはね、でもその、あの、常に言ってることですよね、さすがですね、うん、はい、はい、というところで生い立ち編にちょっとまた戻ってみてね、はい、参りましょうかね、生い立ち、ドン、はい、これ単に若い時の写真っていうだけで生い立ちじゃない、何、ね、はい、だってボルチモア、はい、メリーランド州ボルチモア生まれ、はい、でボルチモアはですね、うん、あのフィラデルフィアとワシントン DC にこの地図で見ると分かるように挟まれておりまして、はいはいはい、あの気が利いた人は大体フィリーかワシントン DC に行ってしまうので、うん、常に取り残されているという非常にいいところで、僕もだからその1回その奥さんの個展があって、はい、行ってきて、でそのこれ、まあ、そこのに住んでる人の家に泊めてもらって、うん、あの結構 何泊かあの過ごしたんですけど、めちゃくちゃいいところですね、ですか、めちゃくちゃいいところで、まあ、あの風光明媚だし、うんうんうん、でまあ、町のサイズ感的にもなんかすごくいい感じ で、うんうん、であとボルチモアはちなみになんかその地下鉄もあるんですけども、はい、なんかその地下鉄なんかあるの、地下鉄あるんですよ、乗ったことない、うん、でなんかでめちゃくちゃどこに行くの地下鉄、わかんないです、街中だと思うんですけど乗らなかったけど、なんかとかの治安が超悪いって言われて、うん、か全米でもそのなんだっけ、その治安の悪さがトップ1、そうそうそう、あの犯罪率が常にトップをだって今下走ってるんでね、下走ってるんですけど住んでる人に聞くと、全然みたいな、あのどういうことですかね、なんかあのいや全然なんかニューヨークとかの方が怖いしみたいな、だからよくわかんない、いや俺この間って言ってももう3年前かな、はい、に行ったんですけど、うん、まあ、エアビーに泊まって、はい、まあ、エアビーに泊まったからまあちょっと歩き回ってたんですけど、ダウンタウンの方でめちゃめちゃもう絶対外歩けねえと思って、うん本当に どんな感じだった、あ、いやいやいや、もうちょっとあのモールとか、まあ、一応観光地のモールがあるんだよ、観光モールっていうかあるんですけど、そこの中はまあいいんだけど、周りになんかちょっとそのなんかやってそうな人と無職の人しかいなくて、無職の人がこうたむろしてて、こっちがもうこれ観光客生まれだしない、うん、観光客が行くとこう別に何もしないんだけど、これものすごい勢いで視線が来るわけよ、バババババって線が来て、これはちょっと痛くないなここには、ちょっと早足になってまあそういうとこありますよね、僕もでもその友達と歩いてた時に、うん、まあ、ダウンタウンのなんか教会の前通ったら、前に座ってた役地のホームレスみたいなのが、僕その時あのヘイルセータンって書いた T シャツ着てたら、ヘイルセータンってんのお前はとか言って急に怒鳴られたりしましたね、面白いそんなことは、まあ、それはよくあることなんで、うん、はい、なかなかそんなに物騒なところだとは思いませんでした、写真見るとね、うん、こんな街、あら、まあ素敵な綺麗な街なんですね、うん、あとね、なんかね、ポーの墓ってのがあってね、はい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 、ポー死んだんだよね、ここでね、はははで、なんか毒をもらえたっていう説がある、うんうんうん、いや、全然、ポーは、ポーだからね、ボルチモアってポーの町なんですよ、はい、あの、アメフトのチームがボルチモア・レイブンズだもんね、確か、うん、あー、オーガラス、オーガラスなんで、はい、そのぐらいポーの町なんだけど、いいですね、別にポーは何もゆかりはないわけ、うん、たまたま死んだだけなんだよ、旅行中にだから、ボルチモアで死んだんだ。ただ来て、そこで死んだんだ。しかもそれは毒を もらえたんじゃないかって説があるぐらいの急死だったっていう。だから毒、来たやつ、来た観光客を毒持って殺しといて、それで勝手に観光資源にしてるっていう、すごい街。すごい街、やはり。すごい街。うん、その何、レイブンズはやっぱり応援で、ネバーモーとか言うんですよ。勝てねえよ、そんなチーム。絶対勝てねえよ。なんかハーフタイムショーとかで、なんかでっかい振り子がこう、ブラブラしてこうやってくるんですよ。はい。うん、なるほどね、はいはい、であらまあ素敵なお家で、うん、まあね、これ売りに出てるとこだよね、多分そうです、売りに出てたんです、売りに出ている、売りに出てたんだよ、はい、すんごい、なんか売りたまたま売りに出てたんで、それみんな売りに出てるぜ、うちの太田さんの映画出てるぜって言って、うんうん、まあ、あの向こうのやつって中歩けたりするんだよね、うん、あの不動産のサイトって、はい、はいはいはい、中歩けたら、ね、VR で見れる、うん、中をね、だからこれも私中見れてすごい豪邸、あら、いいね、ここっていう、うん、結構な値段だったんだけど、
結構ボルチモアとかね、本当に僕1回しか行ったことないですけど、うん、意外と住んでもいいかもとか思う感じがありますよね。いいですよね、うん、で特にそのね、まあ、ダウンタウンとかは本当にそういう感じで、はい、あんまり、ちょっと大変なんですけど、なんか若者の集まるストリートとかあったりして、はい、100冊完売しました、ありがとうございます。本当にあらも、あら、じゃないでしょうか。よかったじゃないですか。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。本当におめでとうございます。頑張ってサインしなきゃいけない。お願いします。はい。そうか。今から持ってきてもいいんですよ。マジかよ。マジかよ。補充、補充。補充、補充、補充。はい。まあ、今日終わるまでには終わんないですよ。さて。でもこんな立派なお家に生まれてですね。はい、まあ、これが少年時代。まあ、ええとこのボンボンだったんですよね。これが幼い頃の集合写真。どれが妹そっくりですね。一番でっかいのがジョンタでしょ、これ。ジョンタですか、うん、なるほど。後ろの絵は後ろの絵が何か怖い、ね、何があったっていう感じですけどね。何しろそういうみんな似てるな、ね、似てるね、うん、いいお家、まあ、に生まれたっていうのは結構、はい、実は重要なとこですよね、うん、はい、そうそう、まあ、あのこの厄介者の勧めの中でも、うん、まあ、親のおかげですごい ありがたい、全然ね、うん、苦労っていうか不安を持たずに育ったみたいな話もあるし、はい、ここでもそれでもね、この最後の章にこう親の顔が見たいっていう章があるんですけどこんなやつがこんなやつの親の顔が見たいわってあまりに言われまくったんで、うん、出して、うん、これがそうです、これが親です、うちの親です。こうね、この両親と撮った写真が入って、はい、まあ、ええとこなんで、ほんといい家で、うん、ご両親ともすごい、お父さんだから結構名士なんですよね、実はね、はいはい、うん、息子がこれでね、まあいいんですけど、はい、もう立派に育ちました、立派に育って、うん、でもね、本当ですよ。で最終的にはその大学のね、うん、卒業でスピーチするようなことになってるわけですから、うんうん、教育財政高ってことじゃないですか。いやいや、確かに確かに、なんだっけな、これはさ、アクシメガ作法じゃなくて、そのクラックポットっていう、はい、クラックポット、はい、エッセイ集があるんですけど、はい、これの中でさ、なんだっけ、ホワイトハウスに行く話が書いてあるんですね、うん、そうそう、でホワイトハウスに行ってって、なんでホワイトハウスに行ったかって書いてないんだけど、ちゃん詳しくは、うんうん、やっぱりそのおじさんかなんか、やっぱりその名士だから、おじさんかなんかがなんかホワイトハウスで働いてたから関係してたんで、それでまあこっそり入れてもらったってことで、さすがに何もなしでは、そうそう、呼ばれはしないという、はい、でもこのいいお家で、まあ、生まれ育って、で、先ほど出てきたように、もう、若いうちから初めに、ね、なんかで映画撮ってたっていうことですよね。映画に取り憑かれていた、はいはいはい、なんだっけな、はい、まあ、オズの魔法使 い, 使いです ね、まあ、基本的にね、うん、でオズの魔法使いについては、ウォーターズは本当にドロシーはアホだと、うんうん、あんなオズの国があんのに家に帰りたいとかばっかじゃないのって言ってて、僕は本当にその通りだと思うんですよ。じゃねえだろ、僕もオズの魔法使いについては帰って何もないカンザスに帰ったからって、うん、バカじゃねえのかって、オカマのライオンとか言って、超楽しいのに、超楽しいのにテクニカラでオカマのライオンとか言って、あんなしかもね、色もないね、どんよりした、どんよりない、あのね、絶対オズの国の方がいいに決まってんだから、そんなの当たり前です、はい、なるほどね、うん、で、まあ、ちょっと聞いた話じゃだけど、あれでしょ、はい、その交通事故とか、ね、興味津々でよくなんか見てたみたいな、自動車衝突ごっこをやってた、自動車衝突ごっこ、はい、うん、これ本当こういうこと言うと、はい、なんていうの、これ語弊を承知で言うっていうか、うん、はい、自動車事故とかに、うん、すごい興味持つ人って、うん、割と趣味のいい人に多いですよね。あ、クロネンバーグとかバラードとかね、うん、そう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 、うん、なんかで自動車事故をテーマにしたモダンアートとかもあるし、うん、やっぱりそこに何かしらのなんかこうね、あれが、まあ、本当に自動車事故、本当の自動車事故とちょっと分けて考えたいぐらいですけど、まあ、なんかそこにこう人を引きつけるなんかがあって、それが、ね、敏感に反応する人たちが一部いますね、はい、で、まあ、子供の頃から若い頃から映画好き、行きつけの映画館がこちら、ドン、行きつけの映画館でわけはないんで、ここは、うん、これはチャールズシアターっていうのは、はい、まあ、なんだろう、ポルチモアで一番有名なというかのポルノというか、ポルノと
いわゆるエクスプロイテーション映画だから、うん、まあ、だからグラムハードコアになる前のポルノ映画ですかね、うん、とかを、まあ、やってたところだから、まあ、行きつけは行きつけなんだけど、はい、子供の頃から行きつけなきゃいけない、行けない、子供の頃は行けない映画館ですよね。あのボルチモアで一番有名な映画館は多分あのジョン・ウォッターズの映画のプレミアをいつもやる、はい、なるほど、なんかでかい劇場なんですよね。でそこは前にあのなんだろう、こうチャイニーズシアターみたいな、うん、あのコンクリにサインがいっぱいあって、うん、もうジョン・ウォッターズとかミンク・ストールとかドリーム・ランダーズがいっぱいあって、素晴らしい、おーみたいな、なるほど。でそれとでそこがあれです、あの、セシル・B のオープニングの誘拐シーンを撮った劇場で、でボルチモアからちょっと車で離れたところに30分ぐらいかけて行ったところに、こっちは1950年代から全く様子の変わってない、うん、ドライブインシアターがあって、はいはい、そこがセシル・Bのクライマックスを撮った映画館で、どっちも一応行きました。まだちゃんと営業中です。営業中なんだ、バリバリ営業中で、ね、まあ、そういうとこがすごいんだよね。コンセッションとかも本当にその1950年代そのまんまの感じで、うん、ホットドッグとか売ってて、やばいですね。いいですね、ですなんかそういうな、はい、ね、というようなことがあります。古いものがちゃんと残ってるっていいよな、はい、はい、で、はい、そんなボルチモアについて、はい、ジョン・ウォーターズ自身が語っているところでは、ボルティモア以外には絶対に住みたくなんかない、はあ、どんなに遠く広くまで見渡してもこんなに極端なスタイルを持ったこんなに奇妙な都市はない。まるで南部の変人が北を目指して大移動を始め、ボルチモアでガス欠になってそのまま住み着いてしまったみたいだここに引っ越してくる人間はいない、うん、こんな場面想像もつかない。親父が会社から帰ってきて家族の前で宣言する。何があったと思う？今度ボルチモアに転勤になるんだ。ガキどもは歓声を上げる。ボルチモアやった、ないっていや君はここに生まれつかねばならない。ボルチモアの魅力に取りつかれ、奇病を抱えて楽しく生きていく術を学ぶのだ。なんかボルチモア方言みたいなのあるんですよね。ああ、そうですか、そうそう。あとなんかフィフティーズはヘアスタイルの人だってよく言ってますよね。あの、うん、こうデカさにヘアスプレーですね。デカされたのすごくデカそう、うん、そうそう、なんか、ね、あのそれは本当にあの奥様勇敢マダムが、うん、はい、その髪型を競い合うみたいな文化があって、ね、だから美容院に行くとなんか丸一日かけてこんな髪を作ってっていう、うん、そうだからそれってちょっと実はそのなんだろう、あの日本のなんかヤンキーカルチャーとかにも近く通ずるものがあって、うん、なんか一個のデコラティブな要素が入ってきたときにそれエクストリームなところまでつい行ってしまうっていう感じっていうのはちょっと面白いなと思いますね。まあ、なんかそのね、さっきも言ってたけど、そのワシントンとフィラデルフィアの間っていうのもあって、うん、まあ、要はそのそこでその中で文化がある意味完結しちゃってて、うん、ね、あんまり外からの影響も受けないし、うん、も行かないみたいなところがあって、うん、ボルチモアの一個の閉じた刑があるみたいなことになる。なるほどね、面白いですね。なるほどね、うん、ボルチモア、メリーランド州、メリーランドは何なんでしょう、あの産業とかなんかあれ、産業はジョン・ウォーターズじゃないですか。でも、あ、違う、バリー・レビンソンもいる。バリー・レビンソン、あれだって、だからその港湾があって、港町なんでね、だからカニ料理が名物で、だからロブスター、それであの木槌で、机にね、なんか紙が敷いてあって、はい、木槌でぶったたいて割って食うの、はい、でうまそうですね。俺、甲殻類アレルギーだったから、その時あらもう、あのそこですいません、チキンくださいと思って、みんながどっかんどっかんやって、俺、好き食べちゃう。叩いて割るとこだけやりたいですよね。叩いてやるのやりたいね。あ、そうか。あ、そのハンマー持って1個お土産で持って帰ってきたのよ。違うんですよ。ロブスター割り専用ハンマー。ロブスターっても結構高いんだよね、あれ。高級な食い物なんですよ。なるほど。でもそこはほら、あのなんだっけ、だからセシル・B で、うん、あのなんだっけ、ハリウッドが、うん、ボルチモアを舞台に、フォレスト・ガンプ2を撮り回すってやってて、それのなんか立ち上げパーティーみたいなのみんなでどっかんやって、はい、シーンがありましたよね、はい、っていうね。そうか、バリー・レビンソンのふるさとでもあるんですね。そうそうそう、我が心のボルチモアってがありましたね。ダイナー、ダイナー、はい、すごいですね。でそんなボルチモアに生まれて育って、うん、そしてこの人と出会いますと、うん、出たー、デバイン出ました、はい、同郷ですね。45年度ボルチモア生まれ、本名ハリス・グレン・ミルステッド、はい、はあ、はあ、60年代半ばからボルティモアのドラッグシーンに入り、ウォーターズと親しくなる。でフィメールトラブル以降、サンフランシスコの演劇界にも参加。80年代からはディスコミュージックで成功、ヘアスプレーでも高い評価を得たが、公開直後に心臓発作で亡くなったという。まあ
でこれあのディヴァインの、はい、あのあれ何マネージャーかなんかやってる人が書いた伝記があるんですけど、はいはいはい、あれはだからそのディヴァイン絡みのあれこれいいんですけども、うん、あのマリファナやって死んだって書いてあるんで、うん、そんなわけあるかそこだけはちょっと僕は引っかかりましたね。いや、あの本は結構いろ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 っていうか、うん、なんか変な本でさ、うんうん、まあ、そのマネージャーだからだと思うんだけど、うんうん、なんかすごいさジョン・ホーターズの嫉妬がなんか、あ、なんだかそういう感じしますよね。そうそう、ね、すごい あって、うん、やっぱそれしょうがないよね、うん、ジョン・ホーターズのさが一番その結びつけ深いわけだからなんだけど、はい、なんかそこになんかすごい変な嫉妬を感じて、奇妙な本だったよね、うん、なんかね読んでてねあの居心地悪いんですよねなんだかなみたいな。なるほどね、うん、でそこの本にもうデカデカとねマリファナがディヴァインを殺してしまったみたいなのを書いてあって本当に私はびっくり。どっちかっていうとねなんかね、うん、誤解んじゃないの、うん、じゃないですかね、うん、まあ、ディヴァインはだけどあの本当にこの人はあのめっちゃちゃんとした女優として認められたかったっていうところがあって、うん、その色物で終わらずに、うん、だからまあだから本当ヘアスプレーあって本当良かったですよね。本当ですね、うん、あとあの、まあ、ヘアスプレーの後かな、うん、あのトラブリンマインドっていう、はいはい、アルドルフの映画があって、はいはい、あれとあれは男役で出てくるんですよね、うんうんうん、あれはすごい良くて、うん、だからありましたありました、うん、あれ、まあ、それを見ると本当にね、うん、いやだから生きてればね、そうなんですよ、このどういう活躍したか、うん、まあ、ちなみにその、ね、後でまた話出ると思いますけど、うん、まあ、ディヴァインがやってだからその、フィメールトロカダベンポート、はいはい、あのドーンダベンポート、今ねハウス・オブ・ダベンポートってあのドラッグのファミリーもあるから、ああ、でそこの文化もいたりしてもうあのドラッグ界の人は結構ダベンポートを名乗ることが多いとかいろいろありますよね、はい、ああ、だからほらあれであのルポールズ・ドラッグレースの、ね、だからあれのダベンポートファミリーはそれなんですよ。はあ、うん、そうそう、はあはあ、なんか本当にその、うん、まあのキャンプとかにもつながるんだけど、はい、そのキャンプ場ウォーターズってすごいその、うん、ドラッグの人が、まあ、当たり前なんですけど、うん、いっぱい来てて、俺はそのよくは知らないんですけど、うん、多分ドラッグ界では結構有名な人なんで、あ、そうでしょうね、うんうん、なるほど、でだからそのぐらい、やっぱりそっちの方で世界ではやっぱディヴァインってやっぱり尊敬されてるっていうか、うん、でしょうね、うん、いやいやいや、もうだ本当にあの一番尊敬されてる人だと思いますよ、うん、それはだって結局そのディヴァインがあのドラッグで本当のドラッグって薬じゃなくてね、うん、あのドラッグであのスーパースターになった、ね、スーパースターになった最初だからね、うん、まあ、そうなんですよ、うん、でそのだからそれでそれその後でそのディヴァインが成し遂げられなかったことを全部達成したのがルポールだっていうことなんで、うん、まあそこがすごいでかいですよね、本当にね、だからルポールとかはっきりね、これは、うん、あのリスペクトもあるし、リスペクトあるからね、うんうん、待つことは違うからさ、それはそうだというね、はい、はい、というディヴァインについては、まあ、記録映画といいますか、はい、もあるんですね、ディヴァイントラッシュだったり、うん、アイアムディヴァインというような映画もありますよ、ね、はいはい、あのこの、あ、そうですね、あとそう、あのなんだっけ、ザ・カルトっていうダメでビデオが出てたのが、はいはいはい、ありましたね、ウォーターズ・ディヴァイン、うん、はい、はい、なんだっけ、妹のイタリア人の恋人が作ったとかのよくわかんないですよ。で、ヨーロッパで何なん、よくわかんないですが作りやがってみたいな感じで書いてあった、ありました、はい、ありました、はい、さてでそんなウォーターズ、ジョン・ウォーターズとディヴァインが出会ったビートニクバ、はい、へえ、これがだからあのヘアスプレーに出てくるビートニクバの元ネタなんですかね、いやはや、これまだ残っている、すげえな、はい、はい、そしてジョン・ウォーターズ少年の好きなものと嫌いなものも分かりやすくてしょうがないから、はい、分かりやすすぎるでしょ、好きなもの出ました、自動車事故、絶叫マシン、火事、ハリケーン、オズの魔法使い、ハリケーンがあればオズの国に行けるからでしょ、これ連れてってくれるんだ、うん、でシンデレラのママ母、竜巻が、はい、大体カタストロフが好きだという、ね、はい、ウィリアム・キャッスル、はい、ウィリアム・キャッスルはね、あのジョン・ウォーターズはものすごくでかいですね、はい、はい、でロックンロール、はい、トラッシュな映画、嫌いなものはスポーツとガキ向け映画、過去スーパーマンとか分かりやすい、面白い、分かりやすい、いいね、火事、火事、まあまあ、絶叫マシン、自動車事故、もう本当にね、共感しかないですね、これね、はい、ですよね、みたいな、そういう子供だよね、みんなね、ウィリアム・キャッスルについてはなんかそのあれですよね、愛着を、僕もクラックポットって本で随分ね、ねっちり書いてありましたよね、なんか面白仕掛けおじさんでしょ、ウィリアム・キャッスルはね、まあね、あの、何年前だったか金沢映画祭で、はい、あのちょっといくつかやりましたけど、はい、
残念ながらあれの時は俺はあのなんだっけこのムネムネムネは何ですか、ティングラーの、ティングラーね、はいはい、あの、はいはい、ティングラーやった時、なんだっけ、はい、あのなんとかいう機械ね、はいはいはい、できなかったですけど、はい、パーセプト、パーセプト、プトはい、そうそう、あれあれあの僕は見つけて、うん、マジか、でうちの奥さんがそっちのモギモギの、うん、あのパーセプトのある方に座って、うん、もうあの爆笑してましたね、まあ、ちなみにパーセプトはよく言われるんですけど、あれ電気ショックを流すんじゃなくてバイブレーターが入ってて、うんうん、そのだからあのあれでもあるんですよ、あのそれって昔の、うん、あのサンフランシスコ の水メカニックとかになるんですけど、昔のなんか電気ビリビリ椅子みたいなやつが、そのいわゆるコインオップっていってゲーセンのおもちゃみたいな、座るとビリビリになるやつとか、それも実はビリビリしてんじゃなくて振動なんですね、うん、それと同じ仕掛けということですね、ミリアムキャッスル早すぎた一人 4DX みたいな人でしたね、歌丸さんって何、歌丸さんじゃないですよ、歌丸さんじゃない、スキンで怪我ね、怪我スキンだもん、最近ハゲになっちゃった、でもその金沢映画祭のティングラ女優は本当に画期的だったっていうか、はい、本当にあれで見たとき僕は、うん、もう完全に理解したんですよ、うん、この映画は映画館でパーセプト付きじゃないと全く見たことにならないんだと、うん、それはだからロッキーホラーショーが、うん、そういう観客参加の上映で見なかったら見たことにならないのと同じで、うん、その状態でみんながしかも一斉に叫んでくださいギャーみたいなことをやってる状況じゃなかった らその体験としての映画っていう意味で、うん、あれがあったのはすごいありがたかったですね、なるほど、うん、あれ完全にその映画館で、はい、パーセプト、パーセプトじゃない、なんだっけ、あとティングラーが映画館、うん、ティングラー映画館に逃げ出しましたって、はいはい、みんな悲鳴を上げて止めましょうってやるシーンがあるんでね、はいはい、あそこ素晴らしい、それでその AHS のところが一回映画が切れて白い画面になって、うん、そこをティングラーがこう行くんですけど、うん、それをまあ再現したのが、グレムリン2と、あそう、まあそういうことですね、みんな大好き、みんな大好き、みんな大好きなんだ、あれはあれはやっぱり実際に劇場であれを体験したら衝撃だよね、衝撃ですよ、本当にこんな面白いのかと思って、うん、もうね、もう報復絶倒しましたね、素晴らしかった、あれは、そう、うん、そうというね、はい、というウィリアム・キャッスルも大好きな、うん、ジョン・ウォーターズ、いよいよ1969年、はい、商業映画デビュー、はい、デビュー作モンド・トラッショ出ました、モンド・トラッショが商業映画、いやそんなことないでしょ、商業映画ではないと思う、これはね初長編で、初長編、はい、商業映画は多分ピンク・フラミンゴ、まあ、いや商業、ね、商業になったのはピンク・フラミンゴですね、今まで自主制作で、なるほど、どちらかというとピンクフラミンゴで表に出て後追いで僕なんかはこれ見た気がします、これは日本ではミッドナイト、はい、レーベルから、ね、レーベルから出てて、でこれも衝撃だったんですけど、うん、昔ミッドナイトレーベルのをジョン・ウォーターズに会いに行って、はい、サインくれってジャケット見せたら渡したらこれは海賊版だねって言われて、えおっしゃってましたね、だって俺売ってないもんって、まあ、全部権利はジョブズは本人が持ってるから、はいはい、日本なんか売ってないよ絶対だってこれって言われてなるほど、えマジっていう衝撃があったんですけど、それはますます持ってミッドナイトレーベルは何だったんだろうってすごい気になってんですよ、ミッドナイトレーベルってあれですか、なんかクラフト紙みたいなジャケの VHS がなんか何が出て、他何がありますか、いやいやデコーダーとかね、デコーダーとか、あとブラザーフローもアナザーブラザー、あれはあとアイスクリームに食べられるやつ、あとはそうそうスタッフのやつ、スタッフなんであそこから出たのすごい不思議だったね、本当ですよね、なんか1本消えるわけフォービドンプラネットじゃない、フォービドンなんとかフォービドンゾーンだ、フォービドンゾーン出てましたね、あったな、フォービドンプラネットは有名な映画なんで、すいません、それでですね、これはですね、だからその80年代にいわゆるそのモンドモンドって何でもモンドと言われた時に、その時はそのだからモンドニューヨークとか、はい、そっちのまあだからなんだその時にだからモンドって言われてる時には、うん、全然そのヤコペッティへの参照というものが言及されていなくてですね、うん、日本でも世界でも割とモンドっていう言葉が違う、なんかちょっとヒップで、うん、ヒップでツイステッドな感じみたいな意味合いで、高すぎたのが悪いんだけどな、そうそう使われて、そうですね、それもありますね、使われてたんですよ、うん、しかしこのモンドトラッシュは明らかにこれは当然ヤコペッティ、うん、あのフルモンド映画の流れを踏まえて、うん、つけてて、だからわざわざトラッショってなんかイタリア語っぽくしてみましたみたいな、そういうことなんで、うん、そこはちょっとちゃんと押さえておいた方がいいですね、うん、なるほど、確かにモンド、うん、モンドと言ったらまあその前はモンドセレクション金賞受賞みたいなイメージしかなかったしな、ね、ね、うんうん、そうか、はい、ということでございます、はい、で、70年はマルチプルマニアックス、はい、
で、これはですね、あのジョン・ウォーターズが実はこれはちょっと一発仕掛けた映画で、うん、あのこれをですね、当時まだ新鋭だった、はい、新興のですねニューラインシネマ、はい、ボブシェイですね、はい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 、ボブシェイのところにあの送って、うん、でどうですかこれで一発、うん、で送ったらボブシェイがあの見て、まああのでもう超ダメだと思ったらしいんだけど、うん、その時はでもまあ何かちょっと心に引っかかるものがあるんで、はい、あの分かったからあのこれはちょっとどうにもなんないんだけど、うん、次に撮ったら、はい、それはまあ送ってくれよっつって、うん、それがピンクフラミンゴになったというような経緯がございます。うん、ですね、でマルチブルーマニアクソ僕は大好きですけども、ね、はい、いいですね。これこの間本当久しぶりに、はい、あのまあこんあのまあ日本初公開ですけど、はい、見て、あのなんかね良かったです。すごい。いやいいですよね、うんうん。これは今なんと U-NEXT にも、配信されて、あとこれはだからその撮ってるあねその時皆さんと特集でご一緒させてもらったんですけども、うん、はい、これはあの最初だからそのマンソンファミリー設定で撮影始めたら、うん、途中で事件が挙げられてしまい捕まってしまい、マンソンファミリーっていうか、そうそう、要はそのシャロン・テイト殺人会の事件をディヴァインがやったっていう設定だったんですよね。最初で作ったんだけど、作り始めたんだけど、あの途中でマンソンファミリーが捕まっちゃったんで、うん、なしなしみたいなことになってそういうふうにあのディヴァインがそう言い張っているっていう話になったんです、ね、話になった。そうそう、これは最後でっかいエビがギコギコって出てくる。そうですね、そうですね、うん、ここにも、はい、出てくる。あとね、ロブストーラー、ロブストーラー、そうか、だからさっきのロブストーラーの話、そうね、ボルチモアの、ご当地映画、さすがですね。でこれを見ると、うん、まあ、本当にこれは若気の至りだと本人も言うと思いますけれども、うん、はい、あのみんながあのだべってる部屋とかの後ろにですね、うん、アントニオ・ニダ・ゴドールのポスターがベタベタ貼ってあってあのまあ趣味のよろしいことでっていうあの本当にねそう思わされてしまう、ちゃんとした映画ファンだったというのがバレてしまった、バレてしまった、はい、まあ、あのあとこれは本当に、延々まあ、こう有名なね、うん、あのロザリオプレイっていう、ミンクストールが、はい、ディヴァインを犯すシーンがあるんですけど、はいはい、まあ、あのシーンが結構長くてさ、うん、あの普通以上に長くって見てるとまだやるのっていう感じになるんですよ。でも逆に言うとあれが多分本当にあのジョン・ウォーターズの実はこの映画に関しては一番引っかかりというかやりたかった部分でもあるんで、うん、あってまあ、これ言ってますけど、まあ、この映画で完全にそのカトリックの、うん、彼がもともとカトリックで育ってるんで呪縛を完全にこう捨て去った、うん、その捨て去るために多分あれがあるんですね、必要なね、必要な儀式としてある。そうそう、だからあそこでだからそのいわゆるパッションプレーの、うん、とだからそのロザリオプレーがその交互に出るところ の、 そのクロスカッティングすっごい僕なんかもうるうるくるぐらい、うん、いや最高でエモいんだよね、そうそう結構ね、うん、そういうことですみたいなねあの非常にサタニックだと思います、はい、はい、好きだなマルチプルマニアックス。そんなマルチプルマニアックスに関してお便りいただいております、はいはい、パンナコッタさん、ジョン・ウォーターズ初心者です、ジョン・ウォーターズというと下品で汚い作品を作る不思議な映画監督というイメージがあります。そういう作品は表現としては面白いのかもしれませんが、自分はあまり興味が湧かず作品を手に取ることを避けてきました。以前ヨシキさんが NHK のラジオでセシル B ザ・シネマ・ウォーズを紹介されていて、はい、映画作りに狂ったカルト集団が背筋主義にまみれた大衆映画にテロを起こすというストーリーにそそられて、不安半分期待半分で視聴してみたところ、一時停止ボタンに一度も触れることなくノンストップで見てしまいました、うん、本当に大満足で生涯ベスト10に入るくらい好きな作品になりました。それよかった、うん、それは嬉しいです、ね、そこで今回ジョン・ウォーターズ特集ということで一応他の作品にも触れてみようすいません、あのさっき言ったことが起きてしまった、やっぱヘアスプレー現象が、はい、ヘアスプレー現象が起きてしまった、はい、配信サイトで唯一視聴できたマルチプルマニアックスを見たのですがすいません、ね、ゲロを食ったり、ね、教会でロザリオプレイに会えたり、巨大なザリガニのオブジェに交換されたり、はい、非日常的なわけのわからない世界に引きずり回され終始困惑してしまいました。すいませんでしたセシル B を期待していた自分としては、まるでジョン・ウォーターズが仕掛けたテロに出くわした気分です。いっぱい食わされました、はい、柳下さんは彼の作品についていろいろなところで散々お話しされてきたと思いますが、初心者の自分にジョン・ウォーターズの魅力について改めて教えてください。はい、まあ、あの、まあ、そこも含めて魅力だから、これは、まあ、あの、ね、正しいテロを食らったというね。我々もだって、うん、俺だって最初に
やっぱりピンクライム見たときは一種テロみたいなもんですから、ね、うん、こんなこと、こんなものがあっていいのかと思ったもんな。そうなんですよ、うん、あれはね、やっぱりその始まった瞬間、うん、舐めてんのかお前はっていうあの感じがすごくて、うん、でそれが なんかあのだから見ていくうちに、うん、あのこっちがだからなんていうのこう屈服せざるを得ないですよね、うん、負けちゃうの、うん、その面白さっていうのがあると思いますね、うん、だからあのこの今のパンナコッタさんも、はい、そのそのね、ジョン・ウォーターズの映画にねじ伏せられる体験を積むと、そうそう、だんだんその面白さっていうか、うん、楽しみ方が見えてくるような気もしますね、うん、はい、はい、もう一つ、ドン・ペキンパーさん、恥ずかしながらジョン・ウォーターズ作品見たことがなかったので、以前地元の映画館にいて、金沢映画祭が開催された際に時間の都合で見ることができなかったマルチプルマニアックスをこの機会に鑑賞しました。中盤のキリスト処刑の場面と教会にてロザリオを用いたディヴァインのセックスシーンを交互に描く展開ですね、今話したですね、唖然とし、その後も立て続けに登場人物5人が死に、その肉をディヴァインがむさぼり食らったかと思うと、突然ロブスターのようなメガヌロンのような巨大生物に強姦されるというめちゃくちゃな展開にこのあたりで私の頭は考えることはやめましたその後のホルストの火星に乗って街中をカッポする姿は、日本の怪獣映画のようで、レオスカラックスのメルドの渋谷の場面を思い出しました。ああ、 この、ね、正しい、この街中行くとか本当超かっこいいし、うん、そのレオスカラックスもだってそういうことでやってますよね。怪獣映画として作ってる、そう、あれもあの完全に怪獣映画として作ってるんで、うん、なるほど、はいはい、前編にわたって自主映画のような生々しい映像と音声ですが、逆にそれが本作の制作過程それ自体のドキュメンタリーのようにも見えてきて興味深かったです、うん、ラスト暴れ狂うディヴァインに逃げ惑う人々の中には明らかに笑顔の人が何名かいましたがまあいますね、その表情はこのめちゃくちゃな映画の撮影を楽しんでいるように見えました。ロブスターのようなメガヌロンだって作っている時は絶対楽しいに違いありません。映画とはここまで自由にめちゃくちゃにやってでもいいんだということを教えてくれる意味では、先日亡くなったゴダールよりも本作の方が広い世界を見せてくれているのかもしれません、うんうん、いやいや、でもあのそのゴダールとの比較は別にしなくていいと思うんですけど、まあ、好きですからね、本人、はい、本人好きだしね、 で、 でもまあ本当にそういうことですよね、だから、うん、あのこれおっしゃる通りだと思うし、うん、なんかその、まあ、ディヴァインのことは、うん、はい、まあ、ピンクラミングもそうですけど、やっぱりなんかね、怪獣として撮りたいっていう欲がすごいあって、うん、その怪獣が街にやってきたみたいなことの、そのなんか面白さっていうのは毎回やってるから、うんうん、あのすごい正しい受け取り方なんじゃないかと思うんですね、正しいというか、まあ、本当にその通りだと思ってるんですけどね、はい、はいはい、ね、質問を一ついただいております、はいはい、ヒルゴス・ランティモスさんから、ランティモスさん、うん、お兄さんから弟かな、ヨルゴスのね、はい、マルチプルマニアックスについて質問です。途中までかなり真っ当な反カトリックのアート映画として見ていたのですが、ロブスターの登場には度肝を抜かれました、ジョン・ウォーターズ監督はいわゆるアート映画として見られることを嫌ってあのようなシーンを入れたんでしょうか、それともこの映画を見て怒るような人に向けて低俗な映画であることをアピールしたのでしょうか、真相をお聞かせください。これは、これはだから、はい、さっき言ったように最初はディヴァインが、うん、そのまあ、シャロン・テイトも事件を起こして、はい、で最後大殺戮をする、うん、はずだったんだけど、それがで、まあ、実は偽物だっていうことになっちゃったんで、はい、締めるためにどうしようっていうんで、うん、じゃあそこでなぜじゃあなのか分からないけどじゃあロブスターでっていうことになった、うん、でもあれだから普通に考えてポエティックジャスティスというか、うん、そのモラルテールとしてちゃんと終わらせると映画として終わってしまった感じになるんで、だからその発狂したりも本当に襲われたりもどっちでもいいけれども、うん、しかしそのなんかあのめちゃくちゃな殺人鬼に、うん、まあ、パニシメントが訪れるっていう構造になってることを考えると、すごい真っ当な いわゆる映画として普通のオチをつけた、まあ、しかしでかいロブスターを出したせいで、うん、あのそれがよく分かんなくなっちゃったということなんじゃないかと、まあ、そうですね、まあね、お便り、なぜロブスターなのかって、ましてはボルチモアだからっていう、だからロブスターですやっと僕も今日それがよく分かりましたよ、はい、うん、はい、フィルムアート社の方から、はい、あと40冊は増やしましょうか、マジかい、これからダッシュで持ってくるって、そんなことがすごいな、マジか、じゃあそれ終わるまでいませんよ実冊追加納品、はい、ということでございますので、はいはい、じゃあまたあれかな、あの今はソールドアウトになっていた、はい、こちらの概要欄からのリンクも復活するのかな、在庫は復活するかもしれませんので、はいはい、ということでございます。
ですね。という、マルチプルマニアックスがありまして、はい、皆さん度肝を抜かれて、うん、ロバート・シェイガーが公開はできないと言って、はい、じゃあってんで作ったやつがこれってことですね。ですピンクフラミンゴ、はい、出てしまいました、はい、出てしまいました。でもまあ実際そのロバート・シェイガー行ったのも分かるんだよね、うん、やっぱりあのそういう意味では自主映画だからさ。そうなんですよ。ピンクフラミンゴ完成度高いですからね。完成度高いし、うん、ピンクフラミンゴ完全にそのエンターテインメントっていうか、うんうんうん、あの普通の人に普通の人にかどうか分かんないけど、いやそうなんですよ、まあ、見せるために作ってる。そうそう、だからピンクフラミンゴは戦略的に作られた映画 で、うん、でそのショックシーンも、うん、あのそのミッドナイトシネマとして、うん、あのドカンと行くっていうことを前提に考えられて作ってる、うん、で実はその戦略性っていうのは、うん、ブルあの違うイレーザーヘッドにも通じるものがあって、うんうんうん、であのロッキーホラーショーはたまたまです、うん、あのロッキーホラーショーはたまたまそうなっちゃったんだけど、うんうん、あのっていうか、まあ、元のミュージカルのせいでそれがあったんですけど、うん、ピンクフラミンゴとイレーザーヘッドっていうのは実はその何だろう、あの伝説的に語られていることより、うん、ずっと以上に作り手があのそこのマーケットをすごい意識して戦略的に作った映画だっていうことはあの言っておく必要があると思います、うん、はい、でこれがその今ね名前出た、うん、いわゆる、まあ、そのニューヨークとかのあれでしょ、はい、ミッドナイトシネマで、ミッドナイトね、で好き者が、はい、こぞって見に行ったという、はい、はい、あのロッキーフラッシュとかはだからそのスクリーンの前にバーって出てて、うん、みんなで踊ったりコールバックしたりするんですけども、うん、はい、ピンクフラミンゴは僕がなんか前ね、うん、日本語の記事読んだことがありますけども、はい、あの例のアナロの、うん、あのパクパクのところで、うん、はい、壇上に駆け上がってやったやつが いたっていう話があったそうで、すげえつわものシンガーロングシンガーロングみたいな、あの人亡くなっちゃったんですよね。あ、そうですね、うん、ミッドナイトシネマにかかってたっていうのは、まあ、それこそピンクフラミンゴ、イレーザーヘッド、エルトポ、エルトポ、ロッキーホラーショーなど、はいはい、その辺が、まあ、それとかあとブラザーフロムアナザープラネットあたりが鉄板、あと、まあ、あのなんだっけ、ヘネンドプターの、あ、ヘネンドプター、バスケットケース、バスケットケース、はい、そうですね、うん、なるほどなるほど、うん、はい、で、まあここまでちょいちょい出てきてます、悪趣味っていうね、まあ今回タイトルにも入れてますけど、悪趣味とは、これは悪趣味映画作法ってこちらにございますか、ね、これは、はい、いやこれさっき U-NEXT 入ってるって本入ってるの、入ってないと思います、入ってないよね、あ、うん、それさっきの呼吸ミスですね、うんうん、なるほど、まあ、ピンクフラミンゴは皆さんちょっと様々な形でね、うん、見れないです、すいません、ご覧ください。でも本当プレミアついてるで、ピンクフラミンゴ 見づらいですよ、ね、あでも今年50周年で、あの50周年公開50周年なんですよ今年、うん、で、ついにあの満を持して、クライテリオンからもあのクライテリオン HD 版でブルーレイが出ましたんで、出ましたね、僕入手しましょう、あの灰色茶色の紙袋、そうです、あ持ってる、ゲロ袋あれですよね、はい、はい、まあ輸入しましょう、まああのね、ちょっと今円があれですけど、それでもあのプレミア付きの買うよりはまだですよ、ね、だって今でも25、もう25年経つのか、あれから Amazon で見たら DVD は2万円ぐらいしてる、マジで売ろうかな、売ろうかな売るよ、まあ、これだってあのジュエルも出てませんでした、あれサントラかな、ジュエルは出てないかな、あれはサントラ、ごめんなさい、でもピングラミンゴね VHS から全部持ってるからね、 VHS も買ったし、うん、はい、でまあ、レーザーはないのか、レーザーはないけど16ミリは、16mm じゃない欲しいんだよ、どこにあるんだよ 16mm、 ねえねえ、うん、本当みんなね、そうそう、あれはどこにあるんだっていうのが言ってるんですよ、ね、そうっすね、でもいやだけど本当だからあれで、シネビバンでやったんですよね、25周年の時ね、うんうん、そうですよね、うん、でそうそう、で初日に僕も見に行って、うん、で出たらピアノ出口調査がいて、何点ですかって言って、1億点だよって言った覚えがありますね懐かしい、はい、さて、はい、でまあ悪趣味と言ってますけれども、悪趣味とは何か、うん、ね、ジョン・ウォーターズ、ダン、僕にとっては悪趣味こそがエンターテインメントだ、うん、僕の映画を見てゲロを吐く人がいたらスタンディングオベーションを受けたも同然、うん、だけど忘れちゃならない、いい悪趣味と悪い悪趣味は別物なのだ、人を不愉快にさせるのなんか簡単だ、90分手足がバタバタ切り落とされる映画を作ればいいが、そんなものは悪い悪趣味だし、スタイルも独創性もない、悪趣味を理解できるのはいい趣味の持ち主だけだ、いい悪趣味は創造的におぞましく、なおかつ特別にひねくれたユーモアの持ち主には受けなければならない、極めて特殊なものなのだという、うん、まあそうなんですよ、ね、でね、あの悪趣味っていうのは、うん、スノビズムなんで、まあ、本当に端的に言って、まあまあ、そうなんですよ、だからあの
だから言い方とか受け取り方次第によっては単なる嫌味に聞こえるのを、まあ、承知の上で、まあ、もちろんやってるっていうことでね。でだからそのこの今ここであの良い悪趣味悪い悪趣味って大問わずおっしゃってますけど、うん、このここで言ってる悪い悪趣味っていうのはテイストレスってことですね。テイストレスとバッドテイストの違いっていうことはよく言ってますよ、うん、あとこれはその割とためにするので言ってるんで、うんうん、基本的にはやってることは別に手足切り落とすのと、うん、あんま変わんないあんま変わんない。ショックを与えるためにやってんだから。そうなんです、ショックバリューだからね。ジョータズそれでね、手足がバタバタ90分の切り落とされる映画があったらめっちゃ褒めるに決まってるんだから。そうそうそうこれだから物の割としてはかっこいいけど、割とね、これ割と人選びしてる感があって、うん、必ずしもそうは多分思ってないと思うんだよね。なるほど、うん、で単にそのユーモアは忘れんなよっていう話なんですよ。これそういうことですね、うん、はい。そうそう、だからこれあの そんなにね、そこのところでのなんだろう、こうあの協調的にそうそうそう捉える必要と変なことになる。そうなんですよ。そこでだからそのなんかね、こうあのなんつうか、こうヒエラルキーがあるみたいな感じでごちゃごちゃやっていくと、うんうん、あの最終的にショックバリューというものとかトランスグレッシブな表現の価値というものが見えづらくなってくるんで、うんうん、あのまあこれはこれでかっこいいものだということで、うんうん、あれ一応思っとくぐらいがいいんじゃないですかね、うんうん、と思うんですね。はい、なるほどね、うん、はいはい。さあ、ピンクフラミンゴについてのまたこれは、はい、お問い合わせいただいております。ムッチュ富士さん、はい、シリアルママとセシル B しか監督作品を見たことがないジョン・ウォーターズ初心者です。うんこか、しかも犬のかと思って敬遠しピンクフラミンゴに手を出せずにいるのですが、ピンフラのうんこ度はどれくらいのうんこ度でしょうか。基準としてソドムの位置は特に問題なく見れましたので、あれをうんこ50だとするとどれくらいでしょう。皆さんのご意見参考にさせてくださいという。あ、でもソドムの位置は、はい、のうんこは嘘なんで、うん、作り物ですから、うん、あのピンクラインは本物だっていうところが、ね、その本物だということを間違いなく伝えるためにわざわざワンカットっていう、そうそうあのことなんで。しかしあれは本当にそれこそそのね、うん、その一撃がどれだけの、うん、あのインパクトをもたらすかっていうことを考えて戦略的に入れられた、うん、あのシーンなので、うん、まあそこがね、そうなんですね、そういうふうに思わないとってことですね。あのそういう意味からすると多分ピンクフラミンゴをあの超えるうんこ道の映画っていうと、うん、俺はやっぱりあの井口君、平野がね昔作った井口君とかが出てたやばいやつとか、うん、あんま言わないでくださいね、うん、僕あの吐いちゃうんで、はい、すいません、まああるんですけど、はい、そういうのかなと思うよね、うん、まあってことは先ほどのご質問に答えるとするならば、うんこ道で言えば、100だから、うんこで言えば、だからその、だから、そこの位置は比べ物にならない、ね、はい、うん、じゃあ、やっぱ100、100、はい、ということだそうです、うん、目つぶってれば大丈夫、目つぶってれば大丈夫だそうです。あと最後だから、はい、これからやるよっていうところで、そこで見ない、そこで止めればいいんです。ああ、まあ確かにね。ちなみにですね、あのここでちょっと告白していいですか。はい、実は、うん、ピンクフラミンゴのラストシーンはパティ・ペイジのHow much is the doggy in the window という曲で、はい、終わるんですけども、はい、僕実は激怒のエンディングパティページの別の曲で終わらせようと思っていてですねで非常に権利も探して、うん、あのいろいろ考えたんですよ、うんうんうん、それでやろうと思ったんですけどかなり高かった、うん、権利料が権利料がね、うん、で高いのもあって、でもそれでも最初一番その企画っていうか脚本書いてたから、うん、ここはパティページだと思ってたんで、ずっとそれでやろうと思ったんですけど、やんなくてよかったかもしれない。結局そのお金とかあってできなかったんですけど、うん、あの自腹でもやろうかとなと思ってたんですけど、うん、はい、ちょっとそれやるとあのなんだろう、ちょっとあまりにもメタ度が高くなっちゃって、あ、まあ、そのだからその激怒っていう映画に対する集中力がそがれることになったんだろうなと思うし、うん、最後にその拓磨さんが作ってくれたエンディングクレジットの音楽が本当に素晴らしかったので、うん、あの今は そういうつもりじゃ全然ないですけど、ね、だからそうなる前はそういう考えがあったっていう、うん、なるほど、それだけです。はい、はい、あ、そう、はい、そんな、ピンクフラミンゴの、やばい、ちょっと待って、はい、今ですねコメント欄で、はいはい、まだ飯食ってんでしょうかという梅桃さんからの、すいません本当に申し訳ございませんでしたすいませんでした、あのすいませんね、あの謝ります、はい、ね、今回のテーマだからそっちが気をつけ、まあでもジョン・ウォーターズだからジョン・ウォーターズだからね、ある程度はある程度はね、意外とまあまあそのものズバリがね映ってるわけではございませんので、ここにはね、失礼しました、失礼しました。でそんなピンクフラミンゴ
ね、のサウンドトラック。さすがに自己責任って書いてある。山田んぼさんからのお便りです。はい、ジョン・ウォーターズ特集嬉しい。映画ピンクフラミンゴのサントラは未だに愛聴版として車で流しています。妻が良い曲、いい曲ね、何の映画と聞かれるたびにやめときなさいと優しく諭しています。一つ好きな映画を挙げるなら、19年新潟県の高田世界館で金沢映画祭が行われた際に上映されたマルチプルマニアックスです。ジョン・ウォーターズが地方でしかもデビュー作が見られるなんてと喜び勇んでいきましたが、ディバインの開演とラストの怪物の登場に劇場が困惑した空気に包まれた様子が忘れられない映画体験でした。なるほど。サントラ名盤ですね。いや、サントラ名盤で、しかもあれだって25周年ぐらいの時にやっと権利取れたんですよね。そうそうそう。そうそう。すごい。だってあれ勝手に使ってた。最初は海賊版だったんですよ。海賊勝手に使ってたわけですから。すごいよね。そう、でもそれが上映できてたんだから、ね、昔は。いや、あの、そこをさ、どういうふうに、うん、それを果たしてニューラインが知ってたのかどうかっていう問題もあるけど、うん、ニューラインで黙ってんでしょ。黙ってんかな、うん、いやだからニューラインは知らないふりをしてたっていう可能性もある。撮ってたと思いましたけど、ね、うん、そういうことですか。なかったですかみたいな。でだってソフトも売ってたわけですね。本当ですよね、うん、っていう、うん、確かにね。あ、そういう思いね、本当だから、そのなんか今ほら、だからダマ展で使ってね、うん、自主映画とか作って、うん、YouTube とかにも上げられないじゃんみたいな、うん、すごい、うん、窮屈ですよ ね、 ね、 だからね、だから映画は良かったんだよな。映画は昔すごい安かったし良、うん、かったんですけど、いやだから、いや未だにその映画では使っちゃっても、うん、安かったのかなんだかわかんない、まあ、あるけど使っちゃったけど、絶対にソフト化できない映画とかあるからね、ピンク映画とかね、よく勝手に使ってるから。なるほど。だからあれとかでもね、ゾンビ、はいはい、とかでもラジカセからかかってる音楽が公開のために差し替わってるとかね。マジで。そうそう、権利問題でとかあるんですよね、それで、いろいろあります。なるほど、はい。PS5 とか欲しいけど Wi-Fi がソフトバンクエアなので諦めた男さん。全部説明帳ですね、はい。はい。ジョン・ウォーターズ初心者です。はい。今回の配信でいろいろ勉強させてもらいたいと思います。学生時代映画に目覚め始めた頃にツタヤで見つけたピンクフラミンゴ、とにかくヤバいものというオーラを出していました。実はピンクフラミンゴは未見で、ウォーターズ映画ではセシル B だけ見ている状態です。セシル B はなんだか普通に感じられました。リンチやホドロフスキーほど見たことないという世界観でもなく、普通に真面目な映画で、正直拍子抜けしました。ヘアスプレーの原作者だし、他の作品のタイトルやポスターを見てもピンクフラミンゴ以外はまともという印象なんですが、そうでもないのでしょうか。さて、これはこの後来ますけども、うん、フィメールトラブル、デスペートリビングってポリエステルとかすごいのがドカドカドカってきますから、ね、全然ご安心ください。やっぱりポリエステル以降に、はい、まあ、一種そのメジャーに行くわけですけど、はい、それまでのアンダーグラウンドというかインディペンデントというか、うん、そのドリームランド時代というかの自主、はいはい、まあ、半分自主映画の尻尾をついてる映画っていうのはやっぱ独特の世界だし、特に、ピンクフラミンゴとやっぱデスペレートリビングだよね。ピンクフラミンゴ、フィメルトラブル、デスペレートリビングでなんかトリロジーみたいな感じもしますよね。そうだよね。あそこら辺は本当に、うん、まさに、ジョン・ウォーターズの作家性というかテイストが一番よく出てる、うん、作品と思います。で、それをだからそのなんていうかそこがストレートに出てる、うん、作品で、だからその表現自体が、うん、そのなんだろう、わざとその、まあ、わざとポリッシュしない状態で出すっていう、はい、まあ、それもね戦略なんだと思いますけども、うんうんうん、そういう意味で言うと、そのすごいそのローな感じのジョン・ウォーターズが、まあそうですね、まあ、デスペレート・リビングまでは本当に強くて、うん、一番繰り返し見るのはその辺ですね、うんうんうん、なるほどね、はい、はい。千倉さん、初めてお便りをしていただきました。中学生だった90年代半ば、ピンクフラミンゴのリバイバル上映が今は亡きシネビバンであり、はい、ね、さっきお話ありました、ね、これは自分にとって見ないといけない映画な気がして、学校の友達と2人で学校のダサい制服のまま行きました。映画館で4名グループは割引と書いてあったので、ビルを覗き込んでいるカップルを無理やり誘って割引で見て 大満足。最高ですね。すごい。でも終演後そのカップルはおらず、
よくよく考えると普段六本木に来ない感じの真面目そうな2人が同じウェーブビルのカフェレインツリーでしたっけ、ね、看板を見てうろうろしていたっぽいのを無理やり映画館に連れ込んだのだと気づいたのでした。素晴らしい。カップルの人の良さにびっくりしつつ映画のどのあたりで出て行ったんだろう、悪いことしたなと反省したのを思い出しました。ピンクフラミンゴもジョン・ウォーターズの他の映画も人類愛にあふれていて、うん、こんな自分でも胸張って生きていいんだと元気出ます。大好きな監督ですと書きながら、10年前サンフランシスコのスーパーで困った顔風の、ジョン・ウォーターズが目の前にいたのを思い出しました。小ネタでした。結構最高なんだ。結構な大ネタですよ。いいな、大ネタですね。そうです、素晴らしい。ばったりジョン・ウォーターズ、でもばったりジョン・ウォーターズと会うことって結構あるみたいね。あ、そうですか、うん、割とね。この間もなんかあの会った人に俺のジョン・ウォーターズ体験を聞かされて、あーはーはー、面白い。なるほどね、うん、しかしこれ知らない二人連れ、これだからあのね、ジョン・ウォーターズ一回しか会ったことなくて、うん、それはだから柳下さんと一緒にそのセシル B の時、はい、インタビューに行った時で、その時でも前の日にね、みんなここにセシル B って、あ、じゃないや、ジョン・ウォーターズって指にタトゥー入れとこうぜなんてことを言ってたんですけど、なんか間に合わなくてダメになっちゃったんですけど、なんかその菊池さんがカメラマン、そうそうそう、なんか みんなだから、まあ、タトゥーは入れられないんで、うん、みんななんかその好きな監督の名前書いてこうぜって言って、うんうん、いやでも僕はタトゥー入れる気満々だったんですけど、でもその菊池さんには菊池さんのルールがあって、うん、あの堀市紹介してとか言っても3回目までは紹介しない、ね、本気かどうかっていう問題があって、ああ、うん、で結局その後3回目があって僕は紹介してもらったんですけどとかいろいろありましたけどね。でもこれすごいな。でも本当にこのね、人類愛っていう言葉もすごいキーワードだと思うし、うん、あのなんだろう、まあその愛の作家ですよね、はい、愛の作家、うん、だと思います。と、はあ、まあ、いうことは、まあこのね、知らないカップルも巻き込まれたとはいえ、うん、そうですね、まあねこれでまた愛に目覚めたのではないでしょうかというね、千代さんありがとうございます。というところでちょっと一旦休憩しないですか。もうその時間ですか。もうだって1時間経っているので、じゃあですよ、その前にひたすらこれ書き続けてるから、柳澤さんはサインを、はい、サインを。その前にちょっとじゃあこの話だけしましょうか。はい、はい、あ、出た、これ、これ、はい、はい、私はだ塾、はい、塾、はい、ここで日本では、はい、これはあのいわゆるモッコスフィルムアーカイブというね、ですね、はい、佐藤重信の持ってるフィルムを上映するのがあって、はい、まあ、ここで、まあ、あの多くの人というか80年代までの人はほぼみんな、うん、まあ、あのフリックスと、はい、ピンクフラミンゴの2本立てっていうのが、まあ、この看板番組だったね、うん、で場所はですね、今の、はい、あれない東医大通りっていうの、まあ、医大通りですね、だから厚生年、昔の旧厚生年金会館の裏です、裏です、はい、裏医大通りの、医大通りのなんか前調べたことがあって、うん、場所なんだっけ、なんか変なね、語学学校かなんかになってるところかな、うん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 、今この写真でもなんかね、隣に医学館と違うか、いや、それはもう全部 なくなってると思うんだけど、うん、この写真はでも違うよ、これ場所違うと思うよ。違いますか、うん、違う、アトシアター塾だと思う。だこれだって上道路でしょ、うん、上道路、上道路っぽいですね、うん、多分これで違うとこですね、うん、はい、うん、でもまあ、それでみんな、うん、そのまあ、もう俺もそうなんだけど、まあ、大体みんなピンク、あのフリックスを見に行って、はい、フリックス見たくて、うん、当時見られなかったから見に行って、同時上映のピンクタイミングにやられて帰ってくるっていう、えってこんなことって世の中にあっていいのって、うん、だから本当に、まあ、場所も、まあ、もちろんアングラなね、うん、あの倉庫のを使って、あそこはもっとなんか、舞台、うん、私は塾自体は、どっかの劇団の持ち物で、そこの、まあ、練習場だか舞台だったかなんですけど、でまあ、本当にただの倉庫みたいなところ、うん、でそこに倉庫みたいなところにそのパイプ椅子が並べてあるだけでさ、本当にアングラなんだよ、上映が、はいはい、で佐藤重信がもぎりしてるわけじゃない。あ、すごいですね、それ。そうなんですか。そうだよ。であのでそこで見てさ、見たらで、まあ、全部ノーカットだから、うん、いや、パクパクも全部ある、パクパクもある、うん、全部ある、うん、あるし、うん、あのなんだっけ、あの人工授精のシーンとか、はい、なんかそれね、あ、これのね、これ、はい、これとか、ああいうの全部あるんで、で本当犯罪なわけですよ、はいはい、で当時特にね、そう、はい、で監督もさ、出演者もだいぶ分かんないじゃん、うん、なんだか分かんないまま見てるから、本当これやばいもの見てじゃないかって、うん、あそこは結構半分ぐらいさ、よく分かんない変なマリリン・モンローヌードとかさ、はい、いまだにあれは何だろう、こう分からない、うん、そういうのあったりして、まあ、アングラだったから、うん、本当にこれは何を見せられてるんだろうっていう感じで、結構ショッキングだったんだよね、うん、
ぱその体験がやっぱ忘れられない気はする、ね、僕も骨敷居が高くていけなくて当時、うん、まあ、中原さんとかね、うん、あの超常連だったっていうあれなんですけど、中学生ぐらいでしょ、僕中高校ですね、高校ぐらいだったん で、その時、うん、そうで、すいません、僕はその時高杉団の店ギリバッ見たと思いました、はいはいはい、とかいろいろありますね、うん、はい、僕もうギリギリ高校出るぐらいのジムに行きましたもん、うん、恐る恐る、うん、でそうピンクフラミンゴとか、あと何でしたっけ、ケネスアンガーとかやってた、ケネスアンガーやってたね、やってた、ね、で毎回あの恐る恐る行って、なんかこうなんかよくわからんがすごい体験をしたと思って豊かな気持ちで帰りましたよね、なんかね、そういうことでございました、はい、ましたといったところでございまして、ところで、ちょっとじゃあ、一旦休憩まいります、はいはい、皆さんもちょっとね、なんか飲み物とか取ってきてください、ね、すごい、だってジョン・モーターズ超入門なの今ね、同時視聴1300人というマジか、すごいすごいことになってます、うん、しかもちゃんと超入門になってるんだろうか、なってる、後半も面白いからね、はい、よろしくお願いします、はい、ぶっ飛ばしてまいります、サイン頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい、では後ほど、後ほど、これ開けたらいきなりこれが全部消えてたりそういうの。
はい、お願いします。水曜8時はブラックホール。イエーイ。9時だよ後半あもう9時ですけど、はい、後半戦、後半、後半行ってみよう。今日はでもあの結構あのやっぱりね、うん、ジョン・ウォーターズの話楽しいですね。よかったよかった、うん、非常に酒が進む、酒が進む、なかなかいい感じで、はい、あのとってもいいなと思ってます、はい、はい、さてさあさあ、ということで、ようやくピンクフラミンゴがね、はい、あのもう一大センセーションを呼びまして、なんか吉君の僕がめちゃくちゃこれに香りちゃう、はい、これこうしないと私の顔がですね、はいはい、そんなわけであの追加補充もですね、入りまして、これからやってくる、はい、来たのもう、はい、まだまだ、あ、そろそろ届くということで、はい、皆さんこれ精力的にポチポチしていただけますとサインがどんどん入りますのでね、はい、よろしくお願いします。というわけで後半戦でまだねピンクフラミンゴまでしか来てないという本当よ本当まだ始まってもいねえよ、始まってもいねえよ、はい、ね、はい、はい、1974年、はい、フィメールトラブル、フィメールトラブル、イエーイ、大好き大好き大好き、これはね素晴らしいですね、女の一生っていうね、女の一生、はい、うん、あとねやっぱりねこのフィメールトラブルのディヴァインという人はですね、はい、本当に丸くて、うん、でこの人ね本当に本人 その歌歌って、はい、それこそあのネームゲームとか、はいはい、なんだろう、こうゲイクラブで、うん、まあ、パフォーマンスでやるんですけども、うん、であれの時はね、あのボビックのディックの時のディックっていうのがいい人なんですけど、まあそれはいいとして、はい、それの時もあのボヨングに飛び跳ねると、うん、ディヴァインという人は光り輝くんですね、うん、本当に超面白いんですよ。じゃあトランポリンにそれを乗せたらっていう、うん、素晴らしいアイディアが炸裂した。トランポリン好きなんだよ、トランポリン好きだよ、ジョン・ウォーターズね、うん、何なんだろうねあれは、やっぱボヨン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 、あの最初はあのディヴァインにいろいろねいじめられて、うん、はい、最終的には発狂しちゃうんですけど、あのハレークリシャナ教徒、ハレークリシャナって、はい、あのそのキャンプにもいました、ハレークリシャナさすがあの、まあ、そこら辺も面白いんですけど、まあ、やっぱりやっぱり何といってもディヴァインの多分一番、うん、一番いいっていうか一番、はい、面白い魅力が炸裂している映画だろうと、うんうんうん、本当にやりたいことを全部やって、はい、そうですね、でしかも、うん、そのね、あのアート宣言なんですね、うんうん、映画自体がね、うんうん、本当にある意味ピンクフラミンゴでさ、やりたいことというか、はい、あ、これある、稲川ちょっとスイッチングが、あ、でも今これあのこれあのケイタさんという人がコメントいただきましたけど、はい、メアリー・ヴィヴィアン・ビアースもね、はい、炸裂しております、はいはい、あのこのやっぱりねフィメールトラブルは、うん、僕あの自分のブラックホールじゃないやとクレイジーカルチャー TV のクリスマス特番で、うんうん、史上最強のクリスマスシーンはこれだとでこれじゃねえ、フィメールトラブルの本当だっこいだるいし、うん、やってらんないしとか言って、うん、起きながらクリスマスはでもチャチャヒールをくれるっていうから、うん、まあそれは親に付き合ってやるかとか言って、うん、で家でなんかそのなんかあのクリスマスソングとか親が歌ってるのに、はい、いやいや付き合って、うん、でもそれも全部チャチャヒールのためだったのに、うん、全然違うんだよ、複数起こし上がっててぶち切れてクリスマスツリーぶっ倒してもういいやこんな家って出てくるじゃないですか、うん、その辺とかもう100点ですよね、うん、いつ見ても本当に、ね、心打たれる、僕ね本当にクリスマスにね、はい、あのセーターとかよこすやつは本当に許さないですから、ね、チャチャヒール、チャチャヒール、チャチャヒールとかね、メカとかが欲しいんで、うん、本当にもう、まあ結局ピンクフラミンゴっていうのは、うん、はい、まあ、良くも悪くも戦略的に作った映画で、はい、まあ、もちろんあれも、うん、あのジョン・ウォーターズの大変重要な一部なんだけど、割とわざとやってるところが、はい、こっちは本当に多分これで2本目だし、うんうん、前作大ヒットして、うん、結構予算ももらえて、はい、何でもできるって言うんで、結構好き放題やっ好きなことやってるんだよね、うん、そうですね、本当に、うん、確かに。なおかつなんかピンクフラミンゴよりもさっき山下さんがおっしゃった女の一生っていう、うん、なんかなんていうんですか、もう少しこうなんていうんですかね、湿度というか、うんうんうん、いやきつい話なんでこれ、うんうん、なんかドロッとした、ね、はい、ね、そういうものを感じますよね、うん、でそうだ、フィメルトラブすごい好きなんだけど、うん、やっぱりあの
そのこれはだからそのポエティックジャスティスではない悲劇としての、うん、これすごい悲劇なんでね、はい、で、まあ、最後ねそうそうおかしくなっ て、 そうあの洗脳される方洗脳されてされて死刑ですからね、うん、であのジョン・ウォーターズってそんなに悲劇的な映画作ってない人なんですけど、うん、フミル・トレボが多分一番悲劇的だそのマルチフィルマニアックスも悲劇って悲劇だけどあれは悲劇っていうよりはまあそういう落としどころしかないだろうなっていうことなんですけど、まあまあ、これは、これはあの本当にその実は成功法の悲劇なんですよね、うん、そこもちょっと心になんかね そこら辺はちょっと面白くて、はい、あのディヴァインはやっぱりそういう意味で悲劇役者なんだと思うんで、うんうんうん、ディヴァインをは悲劇が似合うっていうか悲劇のあのコメディ、まあ、みんなそのコメディ役者っていうかそのコメディの人だと思いがちなんだけど、はい、実際にはその、悲劇で一番輝くみたいなところがあってなるほど、うんまあ、これもそうです、まあ、そボリエステルとかもそうなんだそれはだからそのあのある意味そのなんかドラッグ芸 の、うんあ の、 うん、あの一方の極奥でもあって、うんはい、で必ずそれが入ってくるじゃないですか、うん、その悲劇性みたいなものをまとってやるっていうのは、うんうんうん、だからそういうの王道ですよねだからね、なるほどね、うん、なんかこう情念的なものがありますよね、うん、そうフィメールトラブルなんかもすごくね、続いて、続いて、はい、大好き大好き77年出ました、デスペレートリビング、はい、はいはい、これは僕の人生を変えた一本ですね、なんと、はい、はい、本当にどういうこと、これビデオで見たんですか、僕はビデオで見ました、で、あの、ま、ま、で、これ見た時に、うん、本当にこういうことだなと思って、うん、やっぱりあの、まあ俺が行くところはね、うん、基本的にはモートビルしかないのに、うん、にもかかわらずそこにそんな抑圧してくるね、うん、あの権力者がいて、うん、でそれをみんなでね革命を起こしてぶっ殺して、うん、あの豚の丸焼きにしてイエーイっていう、うん、もうこれ以上のことないっていう映画ですねこれね本当に感動しましたねもうあの何から何まで好きなんですよ、うん、デスペレートリビングは、うんうん、というねという、はい、これは なんだっけ、はい、あのなぜかっていうか、まあ、なんかそのスケジュールの都合だったのか、うん、もうお互いちょっとあれだったのか分かんないんですけど、まあ、ディヴァインが出ていない初期の唯一 の、うんうんね、あのジョン・ウォーターズ映画で、はい、まあ、だからそのせいでいまいちそのハードコアなファンの、うん、ハードコアなファンっていうかその普通のジョン・ウォーターズファンからは、うん、まあ、あまりだってディヴァインいないしみたいな、まあ、そういう言われ方しますよね、うん、のがあるんですけど、映画としてはすごくよくできたと思います。いや最高ですよこれ、あので、本当ね、なんて言ったんですかね、このビジョンの実現度の高さが本当に、うんうん、あの腰抜かすレベルで、あのだってね、その盗んできた資材しかない時にね、あの羽橋のついた城があってその中に女王がいてって映画撮ろうと思わないですよ普通ね。でそれが完全に実現できているという本当にもうね、あの夢のような映画です。なんだっけな、その日本のピンク映画でさ、レ、うん、ズビアンハーレム、細山さんのっていうのが、はい、だからいうのがあって、あれが完全にディスペレートリビングなんでね、はい、うん、結構いろんなところに影響が、でこれ後のお便りともちょっと関係してくるんですけど、はいはい、先に言っときますけど、うんうん、実はこのディスペレートリビングのそのモートビルを僕は激怒でやってるんですね、はいはい、であれはあの、まあ、他にもね、そのミディアンとかね、はい、いろいろなあの元ネタっていうか、うんうんうん、あのそういうことがやりたいっていうところ参照元あるんですけども、うんうん、メインはあの何といってもデスペレートリビングのモートビルが、それがあって、でそれを昔からやりたいと思ってたんですけども、うん、今回あの初めてっていうかついに実現したんですけども、うん、あの本当にあの美術の須坂さんのおかげで、うん、あのデスペレートリビングで立派にできたぐらい立派じゃまずいんじゃない、立派じゃまずいんですけど、でもあれすごい ありがたかったですね、うん、でもだから本当にそういう意味でも激怒とデスペレートリビングがすごく、うん、あの関係がある映画です。はい、そんな、ね、デスペレートリビングについては、うん、みなこさんからお便りをいただいております、うん、ブラックホールの皆さんこんばんは。はい、こんばんは、はい、ジョン・ウォーターズ特集ありがとうございます。泣くほど嬉しいです。うん、今となっては多少は映画が好きと言えるかもしれない私ですが、ジョン・ウォーターズに出会った高校生の頃は映画は親に連れて行かれるか偶然テレビで見るようなものでした。ですがジョン・ウォーターズ監督作は一目見て夢中になりました。最初に見た作品はデスペレートリビングでした。その中でそれぞれの人が様々に思うように振る舞っていて、それが許されている世界であることに感動しました。なかなかどうしても人と同じに物事を進めることが難しかった私にとって、ジョン・ウォーターズとドリームランダーズの存在はその時から勇気の源になりました。ですが
ふと気づいてみると、どうやらジョン・ウォーターズ監督作品というものはあまり脚光を浴びておらず、ついぞウォーターズ映画祭やウォーターズ10、ウォーターズファンサークルなど聞いたことがありません。もっと評価されるべきと日々悔しい思いをしている中、今年に入って柳下さんがヒッチハイク本ばかりかスピーチ本まで出していただけるなんて、高校生の時数少ないジョン・ウォーターズについて知れる素晴らしい本、悪趣味映画作法を擦り切れるほど読んだ、ご恩返しも全くできていないのに感謝してもしきれません。本当にありがとうございます。素晴らしいですね、はい、本当に。少し不遇なファン歴を送っていたので、ジョン・ウォーターズという名前がちょっとでも何かでも聞こえるだけでとても嬉しく思います。なので今回のこの企画はものすごく嬉しいです。ありがとうございます。ミラコさんご覧になって、うん、コメントもありました、はい、ありがとうございます、はい、何かお伝えしたいことがあるわけでなく、今回書かずばいつ書けばという思いからお便りさせていただきました。よしきさん、激怒をとても楽しく見させていただきました。物語の初めの方、深間さんとお友達たちが高架下をくるくると踊るみたいに歩くシーン、ドリームランダーズを見た時の胸の高鳴りを感じました。ありがたいですね、はいはい、皆さんいつも本当にありがとうございますと。普段の特集でも楽しませていただき感謝しきりですのに、ジョン・ウォーターズ音体を取り上げていただき、何度も何度もお礼を言っても足りません。ありがとうございます。美奈子さんは、ね、よくというか、うん、イベントとかで何度もお会いしたので、うん、大変素晴らしいファンの方でアーティストなんですよ。あ、そうなんですか、うん、あで、ちなみにですね、はい、激怒の高架下を、うん、太郎グループが、はい、くるくる回ってました、ね、ながらね、くるくると歩いていくところはですね、あのそれをドリームランダーズ感をそこに見出していただけるのは本当に、うん、もうめちゃくちゃ嬉しい。よかったし、あの追加で言いますと、ですね、墓場に向かって歩いている時のバタリアンの若者たちというのをあそこではイメージしておりまして、で、あのあれが一番楽しい時なんですね、うん、でそれを横から移動ショットにするとバタリアンだってバレちゃうんで、うん、これは後ろで、まあ、そういうことでやっておりました、うん、はいはい、でもあのいろんなあのどんな解釈でも全然大丈夫、うん、はい、ね、いうことはい、まあ、ドリームランダーズという名前がありましたけども、はい、ドリームランダーズというのはそのジョン・ウォーターズ組、そうですね、初期のジョン・ウォーターズ組です、ね、はい、泥棒映画スタッフですね、はいはい、それぞれにまあ一目見たら忘れられない顔をした、ね、うん、いや本当みんなかっこいいですよね、かっこいい人たち、うん、大好き、あこのね、あこのね、アクシミエガサフ、はい、今ね、これお便りにもありました、はい、まあ、ドリームランダー自体の映画について書いた本なんですけど、はいはい、序文が泣けんだよね、あの時は本当に楽しかった、でもみんな死んじゃったんだよねっていう、ね、まあ、エイズとかあって、はい、結構みんな死んでしまってっていう話なんですけど、ですね、ね、まあ、これもね、どこかで探してぜひ読んでいただければ、まだインプリントなんじゃないですか、あ、そうですか、売ってますよ、へ、あ、そうなんだ、ってます、よかった、ちょっと高いですね、うん、買おう、買い直そう、ぜひ、はい、ぜひ買ってください、ということでございますよ、うん、はい、さらに河川敷の段ボールさんから、これちょっとうるさいからちょっとこれ振ってこない出ない出ない、はい、柳下さん翻訳のジョン・ウォーターズの悪趣味映画作法はクローネンバーグと共に青春の書です。ドリームランダーズみたいな変態グループを作って変態映画を作るね、あるいはウィリアム・バローズを読めば素晴らしいボディホラー映画が作れるもんだと思っていたんですが、結局ただのリーマンとしてエージェント・スミスのようなモブキャラに陥ってしまいました。正月にマルチプルマニアックスを見れて、さらしかも柳下さんのウォーターズの翻訳本が2冊も出てウォーターズ熱が高まっており、まだ見ていないモンド・トラッシュ以外以前の映画も全て日本公開されることを心待ちにしています。ところでウォーターズ、またバローズ第一人者の柳下さんに質問です。ウォーターズが大好きになった馴れ初め話を聞かせていただければ大変嬉しいです、はい、ちなみに好きなウォーターズ作品はフィメールトラブル、ディヴァインとエイディス・マッセイの変態バトルが楽しすぎて大好きですという、さあどこですかきっかけは、まあ、やっぱりピンクラミンゴを見て、はい、やっぱあのショックが大きかったですね、圧倒的に、そう、そこでもうこれは何だろうっていうところから始まって、うん、まあ、いろいろあのその後ビデオで他のを見たりとかいうのがあって、うん、でまあ、いろいろね、それこそ高杉なんとかも含めていろいろ情報をもらって、はいはい、なるほどっていうふうになった感じですかね、うん、フォークはどうなんですか逆に、なんかでもやっぱりそのビデオバブルの時っすよね、うんうん、あの時何でも出てたでしょ、何でも出ました、ね、はい、だから
どうでしょうか、あの頃にやっぱりなんか毎回毎回これはまずいものを見たな。はいはい、わかる、ね、マカベイとか見ちゃったりしてね。そう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 、うん、ね、あの頃は立派でしたよ、うん、ま、そうそう、デュシャン・マカベイとか見たな、うん、はい、だから、まあ、ビデオがその東芝映像ソフトだよね、東芝映像ソフトから、うん、はい、フィメールトラブルとディスプレートリビングと、まあ、はい、ピンクラミングもか、うん、出たの時があって、あれはパルコで読んだんじゃないですか、あれがいつ、うん、そうですね、あれは、あれがだから80何年とかかと思うんだけど、ね、終わりぐらいですよね、でもね、そうそう、はい、まあ、そこで一つあの、うん、ビデオ字幕付きのビデオが出て、うん、あれがあれも謎があって、うん、東芝映像ソフトから出たフィメールトラブルのビデオって、うん、はい、あれアメリカ版より長いんですよ。ほう、はあ、あのなんでなのかわからないんですけど、うん、その16ミリのプリントと35ミリのプリントがあって、あれは、でももちろん35、普通は35ミリなんですけど、うん、16ミリのプリントっていうの方が長いの、カットしちゃったシーンが入ってていくつか、なるほど、うん、なんでか知らんけど、そのプリントが日本に来たらしくって、うん、日本にビデオになったのはその16ミリプリントから元になったやつ。なるほど。だからなぜか日本版ビデオは長い。長い。そう。だからたまにそういう変なことありますよね、映画はね。僕はなんかでもピンクフラミンゴ、ピンクフラミンゴですごい衝撃を受けたし、本当報復絶当だったと。はい、でやっぱりそのジョン・ウォターズの映画ってやっぱり超ウケるっていうところが大事で、はいはいはい、全部めちゃくちゃ笑うじゃん。うん、しかもそのなんていうのかな、それが超うまくいってて、その例えばイーディス・マッセイでも、うん、そうじゃない人でも、なんだろう、例えばなんだろう、そのジョン・ウォーターズ映画でしか通用しない、うん、棒読みなのに死ぬほど面白いものがいいみたいなのがあって、で、うん、あれを面白くできるってすごい才能なんですよ。で、あれが多分それに近いことができるのは多分井口監督ぐらいしかいないと思うけども、はい、あれね、 すごいそのなんだろう、そのだからギャグ線が高すぎて、はい、でそれがその全部を回してる感じっていうのにやっぱり衝撃を受けるし、これはだってフォロワーできないじゃん、真似できない面白さがあるって思ってたんだけど、やっぱり僕はでもさっきも言ったみたいにデスペレテルウィングを見た時に、うん、あ、これはもう魂の映画だというのは思ったっていうのはあるんですね。はい、まあ、特に初期の、まあ、ドリームランド時代の映画はやっぱり祝祭感がすごくて、そうですね、すごい本当に多分撮ってる時も多分楽しいんで、一番楽しいんだよね、撮影してる時が一番楽しいっていうですけど、確かに。あとやっぱりそうだ、思い出しましたよ、中学だか高校です、当時僕ビデオで見たのがね、うん、でやっぱりそれを同級生とかに話したくなるんですよ、うん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 、で一個も信じてもらえないっていうか、相手にもされないんですよ、俺すげえの見たんだ昨日よっつって、うん、なんかでっきりエビが出てくんだよっつって俺がギーコギーコって言うんだよって言うんだけど、それに巨大な女装のおばさんが起こされて、そうそう死ぬみたいなね、そう、うん、こういうなんかね、エビラじゃねえの、そうそう、そういうなんかね、本当語り草をね、うん、一人でね、いろいろ得ていたな、うん、それこ その悪魔のカツラヤとかも一緒に見て、だって、うん、店ででかいステーキ肉をまたに挟んで盗んで出るとかだよねとか言って、そうそう、誰も信じてもらえないですよ、そんなの、ね、平山夢明さんの、ビデオの解説みたいなことを一人でやってたんですよ当時ね、うん、なるほど、そういう荒々しいパワーがあったなっていうことでございます。はいはい、で、77年デスペレートリビングから、4年空きまして、ではい、こちらです。はい、ちゃんとした映画になりました。はい、ポリエステル、ちゃんとした映画になりましたね。びっくりするという、匂いの出る映画、匂いの出るというね、おドラマですね、まあ、おドラマ、もうね、本当にウィリアム・キャッスルイズ、ちゃんとした映画になったと思ったらウィリアム・キャッスルが来るっていう、よくわからないですけど、まさに先ほどお話が出たそのギミック映画の帝王ね、うん、ウィリアム・キャッスルへのリスペクトってやつですよね。でこれは映画の中で数字が出て、はい、その数字に合わせて、はい、こうすると匂いがする、このカード付きの、はい、ブルーレイが出ておりまして、はい、僕も買ったんですけども、うん、もったいないってこすってないんだよね。そうなのよ2個つけといてくれよとか思うの。いや、てか むしろお金払うから、うん、売ってっていうね、それをね、それをね、はい、これね、だからさ、なんか中国とかで作ってないのかなと思うんだけど、ね、これしかし VHS にもついてましたね、オドラマカードついてました、ね、レーザーにもついてた、すごい時代だな。
ユーロスペースで上映したんですけど、はいはい、ユーロスペースでももちろんドラマ付き、俺しばらくその後もうなくなっちゃったけど、はい、あのビニール袋に入れて撮ってたよ、ね、飛んじゃいますからね。オドラマカード大事ですよ ね、 ね、ちなみにこれオドラマカード今画面出ますかね、1本、はい、10個、はい、10個ね、はい、バラいきなりすごいですよね、2番扁桃腺の匂い。何扁桃腺の匂いってあれって模型飛行機の接着剤。今おならじゃなかったっけ。おなら、いや、おならだった、うん、おならじゃないの、はい、まあでもピザガソリン、うん、これが1回目はさ、あの1回目は最初テスト、1番はテストなんで、ね、はい、最初に出てきてテストをやって、テストだけはちゃんとした匂い、いい匂いで、あとはもう嗅ぎたくない匂いしかないって、ね、スカンク、天然ガス、新車の匂い、汚れた靴、芳香剤、うん、あのだからなんだっけ、あの昔、はい、松田聖子が、うん、あのライブ会場に、はい、曲に合わせて匂いを流すというのをやってるっていう話を聞いた時に、うん、おドラマだと思って。確かに。でもまあそれはいい匂いばっかなんですけどね、うん、はい、なんか昔さ池袋にさ、うん、匂いの出る劇場ってあった覚えてない？なんかあった、なんつうあれ、なんかね、うん、今サンシャインじゃないな、多分サンシャインのあたりにあったんだよ、ね、でそこで取り下ろしの映画とかやってたのよ。ああでベンダースとかやってたんだよ。へ、あれは何だったんだろうって俺未だに謎で、てかあそこでやってた映画見たいんだけど、匂いがする映画でベンダースの映画って言われると、いや取り下ろし取り下ろし、なんかベンダースが取り下ろししたんだ、その匂いが出るやつをね、何の匂いだったの、ベンダースってだけに、ね、ベンダースの匂いだったのかな、ベンダースじゃないの、やめよう、イザヤベンダーさんみたいな、いやいや、でもこれスカンクっていうのは、他のロスで友達ん家で夜飲んでたら、うん、なんか何とも言えない匂いが漂ってきて、え、何これって言ったら、あ、スカンクだねって言われて、でだからそのちょっと離れてると、うん、なんともどっちか そんなにその刺激臭とかじゃなくて、うん、でその超臭いとかもないの、独特の変な匂いなんだけど、で、あ、これが、あ、これかと思って、うん、だその近くにいたら死んじゃうと思うんだけど、その離れると割と、ね、これねみたいな感じで、なるほど、なんかそんなのをね、なのか、だから多分そういう感じでこれ入ってたんだ、ね、なるほどなるほど、うん、と思います、はい、そうで、まあそんなですね、愉快な、時代がありの、ポリエステルがあってからの来ちゃった88年、はい、これ一大ブレイクですね。ヘアスプレー。行きました。ゴキブリドレスでね。ざまあ見ろっていう。ってことですよね。素晴らしい。これで一躍お茶の間の顔になるという、はい、ことですね。もちろん言うまでもないですけども、はい、要はグリースではなくて、うん、うちはヘアスプレーなんだと。ああ、確かに、ね、うん。そういうことなんですね。そう、はい、これはだから、そのこのなんだっけ、クラックポットに入ってるマンチェスターキッズインタウンというね、はい、が、まあ、原作になってるんですけど、そのコーニー、なんとかコリンズ賞っていう、はい、実際にボルチマであった、うん、ダンス番組、少年少女ダンス番組、はいはいはい、だから本当にあったんですね、本当にあった、ね、を元にしてやってるんですよね、で、それを、まあ、ジョー・タイトルその大ファンで、そこに出演するのが夢だったという話を、まあ、書いてますけど、はい、まあ、それを元にして作ったおかげで、まあ、大ヒットとして、はい、お茶の、まあ、これはその後、ミュージカル、舞台に、うん、でミュージカルになり、それからまたそれから映画になり、だからその、リトルショップ・オブ・ホラーズみたいな、うん、経緯をたどるわけですね、だからそのミュージカルになったことで、うんうんうん、それがまた再び映画化されるっていう意味がね、うん、はい、うん、でね、これ主演のリッキー・レイクはその後、うん、トークショー番組で、ね、トークショー番組でお会いしたことがありまして、ね、そうそう、はい、なんでまあいろんな意味でですね、はい、ジョン・オタズがついにブレイクしたという。なるほど、うん、そんなことってあんのかと思いましたよね。いやいや、しかも見たら別に普通のジョン・オタズの映画なのが本当にすごいと思ったもん、ね、それは、うん、そうなんです、うん、っていうね、うん、ことがあるんですね。ですね、そしてさらに、シリアルママ来ました。間にこれクライベイビーはいいクライベイビーがあります。間にクライベイビー。その間にある、うん。なんでクライベイビーこれ抜けてんの？いや、手紙が来てなかったからです。クライベイビー傑作なのね。ジョニー・デップの映画初出演作なのに。
まあ、まあしかしそのヘアスプレーから続くその、なんていうんですか、あ、一般映画路線ということで言えばクライベイビー、まあ、だからヘアスプレーとクライベイビーはだからその50s オブセッションで、はい、だからそういう意味ではちょっとデビッド・リンチの映画とかに近い、近いですね、あの、まあ、同い年ですからね、うん、でやってきて、でシリアルマムはその50年代オブセッションに取り憑かれたまんまの人が主人公で、はいはい、あの今の世間に対して殺すっていう話なんで、ここはだから そういう意味ではヘアスプレー、はい、クライベイビー、シリアルマムは俺は結構これはこれでトリロジー三部作と言ってもいいんじゃないかと思いますね、はい、やっぱりその危険なおばさんが大暴れっていうことで言うと、うん、あの初期の、うん、路線にもまた回帰したのかなと、まあね、だから見た時は思ったものです、うん、まあ、これは別にリヴァインがやってもいい役、はい、そうですね、本当にそうだね、ただリヴァインがやるとあのアンダーグラウンドの映画になっちゃうんで、うん、やっぱ狂気がねそうそういやでもね、はい、本当にこの時は衝撃だったんですよ俺は、うん、キャサリン・ターナーって、はい、そのロマンシングストーンの人っていうか、まあ、だけどそのなんかハリウッドでね、はい、本当にそのなんていうの、名声を中の名声を勝ち得たスター中のスターですよ、はい、スター中のスター、ジョン・ウォーターズの映画に出んのかよっていうそのそれは本当の衝撃でしたね、うん、だからすごいところに来たなと思いましたよ、これでも最初あれなんだよね、あの、うん、メリル・ストリープを希望してたんだよね、メリル・ストリープには断られたっていう、ほらね、だからそれが普通ですよ出ればいいのにと思ってる、ね、だからこれそれで出てたら俺はメリル・ストリープのことを今よりもっと好きだと思うんですよね、まあね、うん、これは、話として話っていうかその映画的なオマージュとしては、ジョン・クロフォードの、はい、ストレートジャケットっていう血だらけの惨劇っていう、はいはい、そうそう、これもウィリアム・キャッスルの映画があって、それへのオマージュなんだよね、まあ、そのちょっと塔が立ったセクシー女優を殺人鬼で使うというね。そうですね。うん、で、今このあのコメントで石川さんからいただきました。クライムオブパッションもあるので、ケンラッセルの。ああ、そうだそうだ。なんで、あの割とだからそのキャサリン・ターナーは、うん、とか言って出てくれる人っていう枠ではあるし、ね、うん、あのそれはあるんですけど、でもその今のあのウィリアム・キャッスルのあれはですね、ジョン・クロフォードが、うん、セットの温度まで指定してきて、お肌に悪いんで、うん、なんかね。ゼロ度ぐらいにしとかないといけないらしくて、本当にみんなで凍えながら撮ったとか、うん、ひどい話がいっぱいあって、でしかもあの映画はあの当時彼女がね、うん、あのペプシの、はい、アンバサダーというか、あの旦那がペプシの重役で社長かな、社長かね、社長、それでなったんで、何かちょっとペプシを画面に出さなければいけないとか、いろんなことがあったし、それからその女優の人がすごいいい芝居したら、あのムカついたんで、自分がもっとそれを披露できるエンドシーンを撮れって、で全部にうんって言ったのがウィリアム・キャッスルですから、なるほど、あのそれでできたやつです、うん、本当に面白いからね、それもおすすめです、うん、はい、はい、さて、はい、そんなシリアルママについて八通りさんからです、はい、はい、私が好きなジョン・ウォーターズ作品はシリアルママです。某レンタル店の発掘良品で何気なく借りてみて、爽快でこんなに面白いコメディすぎて何度も見てます。私の心の中のベバリーに殺されないようにルールを守って生きています。ビデオをね、巻き戻さないとね、はい、そうそう、殺されますから。そういう点ではこの映画は私の教科書かもしれません、ね、息子がね、ハーシェル、あのゴードン・ルイスの映画ばっか見てるんですよね、そうそうそうビデオでね、ダメなビデオマニアなんで、ね、もうね、あとはあのもう秋になったんで、レイバーで超えたんで、レイバーで超えたらね、白い靴はダメですかね、ダメです、ルール忘れないように、はい、そうそう、あのトイレで殺されるんで、そうそう、変なんで疲れてる、もうすごいいい映画ですね。あとあのそのね、そうリワインドしないやつはあのトゥモローがかかってるところでぶちのめす、ね、あれよくね、うん、あのあれなんだろう、アニーの、はい、あの曲よく使わせてもらいましたね、あのビデオも ね、そうだよね、うん、あれは本当最、うん、はい、あできるんだって思ったりして、ジョン・ヒューストンは、そういう部分、ジョン・ヒューストンの許可出したかとか知らないけど、ね、まさにその点について、はい、今日も喉が痛いさんからです、はい、好きなウォーターズ作品、ベバリー・サットフィンが大活躍するシリアルママです。映画の中で有名な男の殺人鬼は数あれど、女の殺人鬼といったら僕はこの人が浮かびますと、うん、で借りたビデオテープを巻き戻さない兄鑑賞中のババアに骨付き肉でぶん殴ってもう明日が来ないトゥモローに爆笑したことを今でもよく覚えています。いや本当最高ですよ、うん、あそこは ね、うん、いいですね、映画史に残る名シーンだと思うね、トゥモローって食べていく感じがはいね、はい、そうだ、でもあれっすよね、さっきそのジョン・クロフォードの名前が出ましたけど、ね、なんかあれでしょ、あのワイヤーハンガー使うなっつったらっていうあの場面とかも好きなんですよね、はいはい、ジョン・ウォーター、もうみんな好きです、ね、みんな好きです、ワイヤーハンガー、ああいうとこいいよねってどっかの本で言ってたのをなんか読んだ記憶があります、はい、そう、あそこはだってみんなで絶叫しながら見たいシーンですから、うん、
No wire hunger。 それこそクラックポットとかで、はい、好きな映画の中に挙げてたんじゃないですか。何、ね、ね、でしょうか、ああいうその過剰さというか、あの、何、ね、でしょうね、あの辺の好きさというか。いや、あれはね、一番それで言うとね、やっぱりあのジョン・ウォーターズが一番好きな映画って、はい、が「夕凪」、はい、エリザベス・テイラーの夕凪ってなって、はい、まあ、ブームっていう、うんうんうん、あれが一番狂った映画として、まあ、エリザベス・テイラーがやっぱり一番ハリウッドで、うん、でそしてあのキャンプの極地ですからね、極地だからね、うん、ある意味で一番そこがやっぱ一番みたいよ。だってエリザベス・テイラーはだってあのディヴァインはエリザベス・テイラーになりたかったし、はっきり言ってマイケル・ジャクソンもエリザベス・テイラーになりたかった人ですから、かあの本当にキャンプの極奥、うん、で永遠更新されない、なんか得意点みたいな人なんですよね、あれね。そうだからキャンプって割と重要なキーワードが今出てきましたけど、うん、キャンプ趣味っていうのは、うん、これ日本語では何つったらいいんですかね、大げさな。いやいや、キャンプはキャンプとしか言いようがないです。キャンプはキャンプとしか言いようがない。キッチュとは違うんですよ。キッチュは違いますね、うん、キッチュはキャンプ、キッチュはね、あのね、もうちょっと単なるゴテゴテした悪趣味にも適用可能なんですけど、うんうんうん、キャンプっていうのは、はいはい、あのキャンプはもうちょっと洗練、そのキッチュでゴテゴテなものに対する洗練された目つきみたいなことが入ってくるんで、うんうんうん、あの訳しようがないっていうか ね、 ね、うん、そうですね、はい、あでもそういう趣味がある、うん、ジョン・ウォーターズ的にはそこを大事にしている価値観ではある、キャンプちょっと皆さん調べてくださいね、はい、はい、村田秀幸さんです。村田秀幸さんも、シリアルママが大好きと、はい、自分の身勝手な価値観だけで暴走し、周囲に称賛されていくことされることでさらに増長していく様子や、ラストの実話に基づくというギャグも含め、初めて見た当時は笑っていました。ですが情報のリテラシーがない自称保守や陰謀論者が目立つようになってきた昨今においては、リアルに感じられるところがあり、よくできた作品であることを改めて思い知らされます。そうですね、後々になって聞いてくる感じ、はい、余談ですが、ゲームポケットモンスターの生みの親である田尻聡さんが一番好きな映画はピンクフラミンゴ、かつ尊敬する映画監督はジョン・ウォーターズだというのは有名な話なので、もしジョン・ウォーターズがいなければ日本のゲーム史は変わっていたのかもしれないと、それは勝手に思っています。いやいや、それは本当にそうで、はあ、あの、まあ、田尻君は、はい、あのめちゃくちゃ有名っていうか、あの本当にそれこそさっきモッコスで、はい、ピンクフラミンゴを見て、はい、何やってもいいんだと、うん、映画っていうのは何やってもいいんだ、うん、何霊障が霊障、はい、っていうのを、まあ、あの思って、うん、まあ、あのゲームデザイナーの道を志したという、はいはいはい、ことなんで。じゃあやっぱりいなかった、うん、ジョン・ウォーターズ中里セバ、まあ、違っていたかも、ね、ただのゲームオタクだった。じゃあもしかしてポケットモンスターっていうタイトルもそういうことを踏まえたよりわざとつけた。いや、まあみんなそう思うんだけど、まあ、そんなことはなかったなかったはいはい、一応そのジョン・ウォーターズ感のあるポケモンっていうのがこれが、そういうこと。これまあフラミンゴと、これまあ右の方がディバインっぽくないですか。だいぶね、まあぽい、まあ、ぽい、あの、いわそのもちろんそういう目で見ますよ、はい、うん、ということだな。なるほど、うん、そう言われると確かにね、本当はね、あのここもね、あのこの、まあ、この人よく知らないんで、本当は田尻君のが欲しかったんですけど、あ、まあ、ちょっとあまりに最近使いすぎたということで、なるほど、ちょっといろいろね、まあ、ピンクラムの時とかにね、ガンガンにあの田尻君のコメント、この人よく知らないんで、じゃあダメですよ、自分の本の帯の人を。いや、僕なんて、まあ、ジョン・ウォーターじゃないんだ。あの、はい、ちょっとこれからあのセシル B に来そうなんで、はいはいはい、あの僕はその前に一回トイレに行きたいので、はい、そうなんですか、皆さんであの話をつないでください。よろしくお願いします。セシル B 行く前に、行く前にちょっと一回まだ在庫が残ってるから、ちょっと今日の趣旨を改めて説明してもらって、はい、こちらのですね、ジョン・ウォーターズ、著、柳下さん役、新刊ですね、ジョン・ウォーターズ厄介者のすすめ、ジョン・ウォーターズの来る言葉、こちら今ですね、はい、絶賛発売中でございます。で概要欄のリンクから、柳下さんの直筆サイン入り、ね、限定バージョンをですね今お求めになれますので、はいはい、なぜ今そうサインしているのかといえば、そういうことでございます。延々とこのために、ね、内職をねしております。そうか、じゃああれかな、これがこうあってこうだから、ちょっとあれだ、今のうちにおまけコーナーやっとこう。え、嘘、今おまけ、まさかの、はい、今おまけコーナーやろう。お、はい、おまけコーナーです。なんと
もう10時じゃねえかやべえな。大丈夫です。今のうちに、はい、お願いします。おまけコーナー、新機軸ザ検証天才は天才を知るのかという。お2人になっちゃった。はい、これ左もね、なじみ左側はこのなじみのひげを生やしたね、うん、あの方います。もう右にもう一人ひげの人出てきましたけども、はい、ボルチモアといえばもう一人の天才の聖地でもあります、フランク・ザッパです。でフランク・ザッパには What's New in Baltimore ってね、 What's New in Baltimore っていういい歌もあるんですよ。はい、で、年が近いんですよ。なるほど。ザッパは40年、うん、生まれですから、ジョン・ウォーターズの5歳上で、まあ親父の仕事の都合であちこち行ってですね、あのなんだかんだ50年にはカリフォルニアに転居してしまうんですが、何気にフランク・ザッパとジョン・ウォーターズ共通点が多いななんて思いました、うん、まあ、非常にだからその、まあ、これ左がマザーズ・オブ・インベンションで右がドリブ・ランダーズ、うん、つまりその強烈な個性才能を仲間を、はい、なるほど、あの癖がすごい人たちをね、はい、率いていたりとか、うん、あるいはその前例のないその作品をですねもうガンガン発表し続けたこととか、うん、あるいはその世間のあれこれに対してやっぱり明確な意見があったりとかね、うん、などなど共通点が多いななんて思ったわけですよ、うん、なるほど。でそう考えると、まあ、ジャンルは違えど年齢も近い、まあ、同郷の天才同士、うん、何らかの接点があったと考えるのが自然ではないでしょうか。なるほど、確かに、と思って私ずいぶん調べて、はい、調べ上げましたと思ったんですが、特にそういう資料はなかったないのかよ、困ったにゃーな困ったにゃーじゃないの。でもまあ60年代後半頃にですね、ザッパはそのマザーズ・オブ・インベンションを連れてニューヨークであの、ね、ずっと公演してたりとかもしたんで、あるいはと思ったんですけどね、なかった、困ったにゃー。でもね、こういうことってよくあって、うん、なんかなんかそういうことだから、あの昔ヘネン・ロッター監督に会った時に、はい、その要はニューヨーク派と呼ばれる人たちがいて、うん、でどうなんですかと、全然会ったことねえよって、そういうことがあるでしょ、だから困ったにゃと思ったら、もう一回ちょっと戻ってもらっていいですか、はい、と思ったんですけど、しかしなんと、しかしなんと発掘しました。2011年、今から11年前ですね。インタビューで、インタビュアーに最近のボルティモアどうですか、まさに What's New in Baltimore って聞かれたんですよ、はい、ジョン・ウォーターズが、うん、その質問は一回流されます多分インタビュアーは僕と同じように、うん、ちょっと何かしらの接点がね、おそこでおって言ってくれんじゃないかなと期待したんですが、それ流されてへこんでたら、その後こう答えるんです。最近ボルティモア市内にフランク・ザッパの銅像ができたでしょう。これ市内の図書館かなんかの前にそのスタチューができたんですね。でその除幕式があったらしいんだけど、ちょっとねカリフォルニアかどこか出かけてて行けなかったんで、なるほど、あれ残念だったね。でなんとそれ続けて、奥さんのゲイルとも僕は友達だからね、もう行ければよかったんだけどね、おやおや、そのへえと語っていたのです、うん、めっちゃ交流あんじゃん、はい、うん、そんなわけでやはり天才は天才を知るのです。なるほど、どうやどうや、すごいすごい、ということでザ・検証、すごいよくこんなあのかんぴったり合う表情のミミちゃんを持ってくる。ザ・検証終わりじゃない、終わりということでございました。はい、ということでね、はい、はい、ということで、はい、いよいよ戻るかな、いよいよ戻って、はい、あ、やってきました。2000年でございます。もう2000年か、うん、だいぶ昔ですね。すごいですね、もう22年前、はい、セシル・ビー・ザ・シネマ・ウォーズ来ました、はい、はい、これはだからそのセシル・ビー・ディメンテッドという、まあ、狂った映画監督が、うん、自主映画監督がいて、まあ、彼があのハリウッド打倒のためにスプロケット・ホールズという、うん、はい、映画制作集団、まあ、ドリーム・ランダーズとか、ね、はいはい、を作って、まあ、あのめちゃくちゃな自主映画を作るという、うん、これあのおかしいのはあの、まあ、誰もがこれジョン・ウォーターズのことだろうって思うわけじゃないですか、うん、でドリームランダーだろうと思うんだけど、全然ジョン・ウォーターズは そうじゃないんだっていうか、うん、そんな気は全くないんでね、うん、だってセシルの作る映画つまんなそうだろうって言ってでね、このセシルという人は、うん、あのこの映画すごいそこが面白いのは、うん、俺にはビジョン、俺様にはビジョンがあるのだって言ってんのに、うん、全くないって、ね、ないんだよね、はあ、ビジョンが見えないんだよ、でね、あのメッセージ性はある、うん、でメッセージ言いたいこといっぱいある、うん、あとなんかゲリラは好き、う
でも作品にはならないだろうなっていうことが分かる。ちょっと町山さんに見て、そんなことはないですけど、あのいやいや、それはいいとして、はい、すいません。ね、そうなんです、うん、あのいや映画、この映画めちゃくちゃ面白いんですよ。これの本当にね、久しぶりに見直してやっぱ面白いなこれと思って、いや面白いですよ、大好きなんですけど、うんうん、これは、うん、あのなぜか意外とっていうかアメリカであんまりヒットしなかったというね。ね、面白いんだけどな。面白いんだけどね。まああのハリウッド的にはあんまり好かれなかったんだろうなみたいなことは言ってますけどね。はい、いやいや面白いんですけど、うん、あのいやすごい面白いですよ。うん、やっぱりねその普通にまあやっぱりあのなんだろうこうポルノファン。はい、そしてアクションファン俺たちを助けてくれっていうところであそこで涙がこぼれなかったらもう映画なんか見てる意味ないんだからやめちまえって思うんだけど、うん、なんすかねその意外と結構難しいこといろいろやろうとしてて、うんうん、なんだ 100% 伝わってない感っていうのはちょっとあるかなっていう気もしますよね。なるほどね、うんはい、そんなセシル B については藤本1987さんから、はい、柳瀬さんお帰りなさいと、はい、ジョン・ウォッターズ大特集と聞いてアラームは特集と同じくブラックホールでしかできない特集で狂気乱舞しております。ムーアつながりですが最近コンスタンティンの続編がキアヌで制作決まり喜んでます。そうなんだよね。なんですよ。でまた、うん、大丈夫かな海の向こうから呪われるのではないか、はい、ジョン・ウォッターズを知ったのはピンク・フラミンゴですが彼の好きな作品はセシル・ビー・ザ・シネマ・ウォーズです。リアルタイムで見てはいないんですがこんな自分の願望を代弁してくれる映画があるのかと驚嘆しました。毎度鑑賞時愚直に映画を信じ映画のために戦うセシル・B・ディメンテッドに涙し自分も現実世界で生き戦っていこうと彼のアティチュードマインドが憑依します。もし映画監督タトゥーを彫る場合はジョン・カーペンター今村翔平パク・チャヌクを彫ります。また最近発売の、厄介者のおすすめジョン・ウォーターズの送る言葉はまだ読んでいません。商品説明にある騒ぎを起こそうただしアウトサイダーではなくインサイダーとしてという文はスティーブン・ドーフ、マイケル・シャノン、マギー・ジレンホールがまだ業界で戦っているということじゃないですか。早く読みたいです。この著作を読む際にはディバインで映像化予定だった愚か者同盟と一緒に購入したいと思います。上空のアメリカ横断ヒッチハイクは購入しました。ありがとうございます。 I have a vision demented forever ということで、うん、心の一歩なんですね、うん、まあでも本当スティーブン・ドーフはああいう人だってみたいな、ああいう人なんでしょ実際に、ね、ほぼほぼで、あの、まあ、どうでもいい小ネタとして言うと、はい、これは、ジョン・ウォーターズの映画は基本的にアメリカではニューラインが作ってるんですけど、うん、これはニューラインがお金出さないくって、うん、なんかフランスの会社で作ったんだよね。だから逆、おかしな話なんだけど、だから逆に言うとこの間上映ができたんです。なるほどね、うん、権利取れた。ニューラインは、まあ、今ニューラインはあのワーナーの傘下に入っちゃったんで、全部なんかその HBO なんとかに、ね、HBO MAX とかに行っちゃって、単独で買うことができなくなっちゃってしまった。なるほど。で、なんでちょっとその今見づらいという変な状況になっちゃってるっていうことなんですね。ということですね。はい、うん、なんだっけ、はい、いやでもね、まあそのなんだろう、セシル B はさ、だからそのまあだからその、まあ、言っちゃえば、うん、そのまあこれはだからそのあの人誰だっけ、メレンギ・ウィフス、はいはい、とスティーブン・ドーフっていう、まあ、結構、うん、まあ、強いスターを据えてるんですけども、うんうん、やっぱりそのなんだろう、そのスタードが弱くて実はちょっと分散しちゃってて、そのなんだろう、シリアルママのキャサリン、はい、なキャサリン・ターナーほどの強度がなかったっていうのは、うん、まあちょっともしかしたらそのそこまでドカンといかなかった理由もあるかもしれない。まあ、正直その、この企画を聞いたときに、うん、メラニー・グリフィスなのと思ったよね、うん、まあ、メラニー・グリフィスはいいんですよね。映画ではすごくいいんですよ、メラニー・グリフィス実は、うんうん、いいんだけど、まあ、正直当時のメラニー・グリフィスという時点で、うん、セクシー女優としてはちょっと塔が立ってるじゃないですか、
まあもちろんそのそ、ね、まあ言い方の問題でもあるんだけど、まあそれのそのロストハイウェイの時期とは違いますからね。そうそう、はい、だからまあそのそれの部分はあって、まあ、シリアルママもやっぱりそのあのでもまあメラニングリスが出てたら結構俺衝撃でしたよね。いやまあジョン・ウォーターズの映画にメラニングリス出てるっていうことは衝撃なんだけど、うん、まあそれはこっちはさやっぱもっとわがままなことを思っちゃうからさ、やっぱり本当 の, あのセクシーナンバーワンみたいなのが出て誘拐しなきゃダメでしょみたいなかと思っちゃうよねやっぱね。あのメラニー・グリフスがあのボルチモアのホテルでブーブーぶたれて、うん、横であのリッキー・レイクがおろおろして、うん、あなんかあの来たリムジンが白かったら私はリベラーチだと思ってんのかとかって怒るところがすっごい報復絶倒なんですけど、うん、あのまあね、まあ、彼女は全然も全然そんな人じゃないらしいですけどね、うんうん、まあ、本人はいい人、うん、まあいい人でしょうね、いい人だと思うんですよ、うん、それは。いやでも本当にあのでもセシル B はセシル B でやっぱりそのね、はい、なんかこうねあの人の心をね、うん、動かす力は強い映画で、うん、あのね、俺もなんかやんなきゃダメじゃんっていう気持ちにすごいさせてくれるっていう、うん、あの映画ではあると思うんですね。確かにね、はい、うん、じゃあお便り行きましょうか。お便り行きますか、はいはい、私はダニエル・クレイです、はい、恥ずかしながらジョン・ウォーターズについては今年1月ケーズシネマで公開されるまで見たことがありませんでしたが、マルチプルマニアックスもセシル・B もとても面白かったですと。特にセシル・ B がとっても好きになりました。特に後半でメンバーたちがお揃いのタトゥーを彫るシーンが好きです。以前 YOSHIKI さんが番組内で堀市さんがお揃いのタトゥーを入れて結束を強めようとするのは崩壊が見えている所作なんで入れてはいけないと言っていたという話をされていましたが、まさにその通りのことが画面で展開されていて劇場で感激しました。また字幕を見るのが面倒だからって何でもハリウッドリメイクしやがってというセリフがありますが、自分史上最も覚えておきたい名言の一つになりました。今では毎年1回は見直したい映画の筆頭です、うんうん、ありがとうございます。なるほどね。あとやっぱりその最初の、はい、あのなんかあの最初のだから襲撃シーンと、うん、その後車で走っていくとのあのとかタイトルシーンの音楽の上げ上げ感がすごい最高にかっこいいから、うん、まあそこでもう持ってかれるんですよね。なるほどね。でちなみにそれでセシル・B で思い出したんですけども、その、まあ、ゲイルも出てる、うん、であのゲイルの主演の川瀬さんはもともとその福井翔人組で、うん、ピノキオ964の助監から入ってるんですけど、はい、そのピノキオを終わって、うん、だからそのラバーズラバーやる頃に、はいはい、福井さんがですね、うん、ローバジェットローバジェットノーバジェットいけるで、あの川ちゃんの前で言ったらしくて、うん、でその時間何言ってんだこの人って思ったらしいんですけどであのこれからノーバジェットやって言ったっていうから、うん、本当にリアルセシル・ビーじゃんっていうあのでい話をあの聞きました、はい、すごいノーバジェットや福井翔人の映画もちょっとそういうところあるよ ね、 そうね、ノーバジェットやとか、うん、すごいやっぱよりリスペクトしました、はい、素晴らしいです、はい、というね、はい。そして、あ、全部書き終わったんですか？まだもうちょい、もうちょい、まだこれ、あ、これ、あ、まだもう一人、あ、もう一人、あとそこに、まだありますよ、まだあります、大変だ、はい、こちらの前、またそれだったの？マジ？マジですか？すごい、40冊取れたの？あらまあ、あらまあ、すごくない？すごいですね、このあのブラックホールで宣伝すれば本が売れるっていう、今本当だ、ビジネスモデルが完成した瞬間、完成したね。ですよね。だからもしだからこの本をあの売りたい押したいという各あの出版社の皆さんはあの著書の方こっちに座っていただいてここでサインしてくださいれば我々がどんどん売れるっていう、そうそう、我々がねここでなんかあの喋ってないここで誰かサインしていただいてはい、ということでございまして、その1個前の、地獄のアメリカ横断ヒッチハイク、はい、こちらも好評発売中でございます、はいはい、あ、本当にありがとうございます、はいはい、お礼言いなさいって怒られましたそんな、アメリカ横断ヒッチハイクについてですね、庵野春香さんから、最近になって自分がウォーターズ監督と誕生日が同じと知って驚くと同時に光栄な気持ちです。なんとおめでとうございます。一番最初に見たのがツタヤの発掘良品シリーズでたまたま借りたシリアルママでしたと。ピンクフラミンゴやマルチプルマニアックスと比べればかなり普通の映画ではありますが、それでも要所でセオリーを破壊しようとする監督のスタイルが見えてとても楽しかったです。その後過去作を遡ってみてさらなる衝撃を受けるわけですが、リアルタイムで劇場体験ができていないことが残念でなりません。
願わくば新作が劇場公開される瞬間を見たい。仕方がないので映画の代わりに著書を読むわけですが、映画と同じかそれ以上に面白い。地獄のアメリカ横断ヒッチハイクが最高に笑えました。文章だけでもこれだけ笑わせられるのだから相当にクレバーな方なのだと思っていますが、柳下さんが実際に会話されてみた印象はいかがでしょうか。はい、厄介者のサイン入りご購入いただいたそうです、はい、でも本当に頭いいし、はい、頭はめちゃくちゃいい人だと思いますね。で、一つ言っておかなきゃいけないなと思うのは、はい、まあ、この本が本当にあの、まあ、後書きにも書いたんですけど、 ある意味そのアメリカを発見する旅みたいな、すごい王道の話なんですよ。はい、で、その昔からねアメリカを放浪することでアメリカを発見するっていうのがあって、まあ、それをまさにやってる、はい、どこまで意識してやってるのか分かんないんだけど、うん、やってるっていうのがあって、そのジョン・ウォーターズってその破格の監督だ、めちゃくちゃなことをやる人だっていう意識が、うん、イメージがね強いんですけど、はい、あの映画は実はものすごく折り目正しくって、あのすごいある意味ハリウッドの古典的なことを、はいはい、古典的な演出っていうのをやってる人なんで、そのやってる中身はね、中身はめちゃくちゃなんだよ、うん、中身はやなんだけど、演出自体はすごい折り目正しいきちっとした、うんうんうん、あの監督なんですよ。文法はってことですね、映画文法は、うん、あのめちゃくちゃ映画見てるから分かってる、うん、そこら辺は詳しいんだよね実は、うん、で絶対そんなことは言わないけど本人は、うん、あのなんで、あのどんな変な話でも結構見やすいっていうのはその部分が非常に大きいっていうのと、あの、うん、演出自体がそんな気が狂ったことをやってくる人じゃないんだっていう、そうですね、うん、まあそこで勝負しようとは全然してないですよね。そうそうそう、最初からね、うんうん、あの本当にある意味王道のエンターテインメントを作ろうとして、まあ、その結果ピンクフラミンゴになぜなるのっていうことなんですけど、まあ、あれは本当に王道のエンターテインメントとして作ってるものなんで、うん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 、ここが結構ね、見る上では重要な話なのかなと思って。なるほどね。そうですね。あのちょっと僕らの今あのこのこのパワポ、はい、で出てくるのを見て気になったんですけど、はい、この後あのダーティーシームがあるはずなんですけど、そうだよ。なんで入ってないの？いや、手紙が来てない。手紙が来てない。ダーティーシーム超面白い、ね。まあそう、あれは見てほしい。うん、あれもあったでしょ、あれが出てた。あれもあったでしょ、あれが出てたって、なんだ、もう一本、あタイトルが出てこない、ありました、あったはず、まあ、なんか今日は入門なんでそんなに作品、あそういうことね、取り上げを、取り上げなくていいかなと思ってて、じゃペッカ、あそうアイラブペッカ、アイラブペッカよかったよね、やっと出た、あれは可愛い映画でしたね、コメント欄でどんどんペッカ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 、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ペッカいい映画ですよね、上がってなかったペッカが数本ありますけども、その辺も含めて掘ってくださいね、そうですね、ペッカとダーティーシェームもねもちろん語らなければいけないと思いますし、ダーティーシェームっていうのはあれでしょ、あのジョニーノックスビルのが出てきちゃって、そうそうそう、もう素晴らしい映画ですね、しかし映画長編映画ということでいうと。それが最後、まあ、そこで終わり、今のところそれが最後、ダーティーシェームの終わりかな、はい、でまあね、先ほどメールでもいただいてましたけど、まあ、最新作がね劇場で見れる日がいつ来るのでしょうかというところでございますけど、うん、今何やってるのかと思ったら小説を書いている、はい、ところですね、書きました、うん、はい、ダイヤマウス、はい、ダイヤマウスいる、うん、これがね、はい、今年の5月に出たのかな、うん、出ましたはい、でまあ、話は完全に、うん、完全に、はい、あそうそう、まあ、基本的に嘘しかつかない女、はい、40代のセクシーな女って、はい、超面白そうですね、っていうのが主人公 で、はい、でそいつにその奴隷のようにこき使われてる下僕の男がいて、うん、はい、めちゃんこ面白いですね、そいつはもうともかくその彼女とセックスしたくてしょうがない、セックスしたいがためにもうどんな扱いにも耐えると、耐えて、うん、で1年間あのずっとそうやってひどい目に遭ってきたんで、1年後の今日この日はセックスさせてやるっていうんで、うん、はい、もう1年分のザミがここまで来てる、ここまで来てる、はい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 、でそれ で、なんかボルチモア国際空港 の、はい、あのまあ、この人たちの仕事っていうのがあの空港の荷物をパチることなのね、パチるなるほど、はい、素晴らしい空港荷物をパチるっていうんで、空港は荷物パチる放題ですか、ね、パチる放題だったらで、それをやるんで、まあ、ボルチモア国際空港に行くんだけど、うん、行ったところで、まあ、飛んだトラブルがあって、まあ、あの彼女失敗し、彼は盛大にザーメンを撒き散らし空港中にくだそれであの
まあ、あのやれないまま、はい、まあ、彼女は逃亡するんで、まあ、それを追いかけて、はい、あの、まあ、ニューヨーク最後、最後にプロビデンロイドアイランドも行くのかな、なんかまで行く、めっちゃ面白いですね。で、まあ、その娘っていうのがいて、娘が、まあ、あのその母親に、あの母親は少女なんだけど娘がいるんです、うん、まあいろいろあって、なるほど。でその娘がずっと母親のにあのいじめられまくってるんで、もう復讐 しようとしてる。でそれがトランポリンマニアの娘もうここに来てここに来てるっていう話なんだ。どう見てもこれ読んでるとこれディヴァインとミンクストールだよなっていう感じなんですよ。やばいな。でそれでやってほしかったなって、まあ、でも無理なんだけどさ、まあ、確かにね。そうめちゃめちゃ面白い。なるほど、うん。もうでもなんかね、まあ、健在ってことですね。なんかこの間でもね、ミンクソルトはあのお互い70もこれでだいぶ経つし、うんうん、久しぶりに2人で LSD 食うかっつってやってましたよね。そうそう、すごい仲いいみたいなね。いまだに仲良かったです。今回も来てますもんね、キャンプも来てます、はい、キャンプ毎回来てる。ミンクソルト本当好き、大好きなんですよ、うんうん。さて、はい、はい。で最後ですね、まあ、まあ映画作品について振り返ってまいりまして、ね、あのなかなか見るに見れない状況の作品もあるにはありますが、まあ、なんとかねちょっと皆さん、うん、あのぜひご覧でない方は見ていただきたいなというところですよ、うん。で本日最後のコーナーなんですよ、はい、最後の山下さんがそのアメリカ遠征何をしに行ってたのかっていう話ですね。はい、はいはい、というと、はい、これこれドン、なんだべか、なんだべか、キャンプジョン・ウォーターズとあります。なんなの、なんですか、なんなの。いや、これはサマーキャンプです。サマーキャンプ、大人のサマーキャンプ、ね、大人のサマーキャンプ、はいはいはい。で、これ柳瀬さんは何回目、2回目ですか。3回目です。まあ、ね、去年は、まあ去年はあったんですけど、はい、一昨年がなくて、うん、一昨年はバーチャルキャップだったんですね、まあ、要するにコロナで、はいはい。で去年はあったんですけど、まあ、去年残念ながら行けなくて、うん、でだから、2年ぶり、3年ぶりか、はい、2年空いて3年ぶりのキャンプですね。キャンプ自体はだから僕らが行く前の1年あったんで、はい、今年が5回目です。なるほど。でこれはだからいろんな、レクリエーションがあり、はい、そのなんだろう、そのステージがありっていう、うん、はい、そういうことですよね。あのね、これを見てもらうのが一番多分早いんですけど、はい、この会場がね、このクラブゲッタウェイというこういうキャンプ場があるんですよ。はい、あ、これ出たこれそこね。はい、で、そこでね、まあ、要は湖の湖畔にあるキャンプ場で、はいはい、周りにこうキャビンがこうずっとこう、はいはい、そこに泊まるわけですね。ここに泊まる、うん。でもちろんキャンプサイトもあるんで、はい、ここにキャンプもできる。なるほど、うん。で、まあ、でも基本的には別に荷物あのこれ荷物なくても来れる。なるほど。キャンプ場なんです。で、ここでまあキャンプをして、まあ、こういういろんなアウトドアアクティビティをやるよ、うんうん、みたいなところなんですけど、まあ、アウトドアアクティビティも あるんですけど、まあ、基本はジョン・ウォーターズと仲間たちでキャッキャするイベント。なるほど。楽しそうだな。Yes、いいですね。でこういう写真がね、現場の写真もですね、こういう、はい、まあ、良さそうな、いいですよ、楽しそう。カモがね、ひょこひょこ歩いてね、ひょこひょこ歩いてましたね。やたらとね、カモいて、はい、これ何種ですか、これは。これはコネチカット。コネチカット、ほうほうほう、良さそうですね、本当ね、うん。でもこんな、あ、これ、はい、はいはい、これ入り口にね、このジョン・ウォーターズ像が、風船が立ってて、いい感じだな、これは。でね、オールバニアみたいな、ね。そうそうそう、うん、ジョン・ウォーターズってさ、もともと、まあ、なんでジョン・ウォーターズがサマーキャンプなんやって言うんですけど、うんうんうん、あの人もともと、ボーイスカウト、ボーイスカウト、はいはい、ボーイスカウトかなんかでね。うん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 、で、どうやら、これははっきりとは言わないんですけど、はい、はっきりとっていうか、まあ、どっかで書いてあるようにね、あの最初に、性の手ほどきを覚えたのが、あ、なるほどね。で、ゲイの人は結構そういう人多いんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。結構ゲイの人にとっては割とね、まあ、制服で、ああ、なるほど、うん、あの先輩の人が、いろいろやってくれたりするっていうのが、まあ、あるらしくって、はい、まあ、そういうのもあって、まあ、割といい思い出としてあるようですね。なんで、まあ、楽しく。楽しく。うん、じゃあちょっと写真をどんどん、はい、皆さんいらっしゃいと。何人ぐらい来てるんですか。300人ぐらいですかね。お、うん、はいはいはい、これは、ジョン・ウォーターズとミンクストール、これはい、オープニングかな、うん、なるほど、はい、開会宣言、開会宣言みたいですね、はい、はい、で、まあ、こういうのでこう
朝いいですね。コーヒーを飲んで。いいですね。はい。楽しそうだな。だいぶこれ。ビンゴ大会もとかもあるんですね。はい。はい、あ、これはね、はい、ビンゴなんですけど、ビンゴ、はい、ジャック・ザ・リッパーって書いてますよ、これ、うん、はい、ね、あのブラディ・マリー、ビンゴって、はいはい、これブラディ・マリーじゃないんだけどさ、うん、ブラディ・マリーを飲みながらあのオールディーズの曲をかけてイントロクイズで、うん、あ、なるほど、うん、イントロ、その何がかかるかで、まあ、ビンゴをすると、あ、マカレーナと書いてある、そうそう、でも別にそこでか、あのビンゴになったからって別に何があるわけではない、別にどうでもいいって、ね、どうでもいい、単に一杯飲むだけみたいな、はい、なるほどね、そして、はい、今回のゲスト、あ、はい、これデボラ・ハリーさんですね、あ、はい、まあ、ヘアスプレーに出てたし、あと何だっけ、プレステルの時に、うん、あの曲、彼女が、デボラ・ハリー作曲、うん、作詞か、うん、作詞デボラ・ハリーなんでね、あ、そうかそうか、作詞デボラ・ハリー、作曲クリスタインかなんで、あの頃からどうもそのブロンディとは付き合いがあったということで、デビー超可愛いですね、可愛い、もう同い年なんだよ、うん、ジョン・ウォータズと、あ、そうなんですか、そう、もうそんなの、もういい年だよね、うん、全然30ぐらい見えますか、ね、でっかいおドラマ、でっかいおドラマやばい、でかいおドラマあります、これどこにコスターなんか似合うというわけではないですね、コスってものとはね、似合わかった、はい、あ、これはね、あの、まあ、参加者の写真あんまり出せないんで、はいはいはい、この許可取ってないんですけど、はい、あのこの人たちは超超ルンルンしてる4人組の男子がいてスティンクモールズって言うんだけど、はい、もう本当に楽しそうなんだよ、楽しそうですね、毎回ね、キャビンに入って、はい、着替えて全員お揃いの格好でまた出てくるっていう、はいはいはい、もう超もうアイドルですね、見るからに楽しそうです、本当に楽しそうなんだ、楽しそうだな、かくありたいです、で、はいはい、これはこれコスプレコンテストの、はあはあ、多分3位のかなんかの人じゃないか、はい、とジョン・ウォーターズが記念撮影をしている、なるほど、ね、コスプレコンセプト、これはね、ヘアスプレーに出てたパッド・モランだ、あ、なるほど、ね、はあはあ、めちゃめちゃ、うん、めちゃめちゃあれですよ、ニッチなね、ニッチな、ニッチなんですね、はあ、夜になりました、はい、野外で映画上映上映ですね、はあ、これ何やってたんですか、これは多分ね、自主上映大会じゃないかな、うん、はあ、自主上映大会っていうか、あの、映画の、あ、映画祭というか、あ、コンテスト、あーはーはー、俺の見てくれて、そうそうそう、はい、どのもどのもすごい面白かったですよ、なるほど、ね、結構やっぱみんなね、あのプロのプロの犯行が多いんで、実はこの今回ね、このイベント本当にあの、まあ、さっきそのドラッグクイーンとかもそうなんだけど、はい、あのタレントショーとかあるんですよ、はー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 、でタレントショーで、まあ、タレントショーとかめっちゃ素人のタレントショーなんですけど、うん、明らかにプロの犯行だなっていうのがやたら多くて、ね、めちゃめちゃネタができて出来上がってるやんけみたいなのがあって、多分あちこちで本当に、まあ、でもそれはアメリカ人強いですよね、強い、まあでも、うん、でなおかつ、はい、夜は更けていきますよ、はい、これは、はい、これは、まあ、あのこの人有名なでかいドラッグママ、うん、めっちゃ背がめっちゃでかい、でかいですよね、背が高い、はい、そう、はい、これ夜ね、いい感じになってきましたね、だんだんね、はい、クラブみたいなところがある、そうそうそう、うん、DJ が入って、あ、まあ、パーティーがあって、うん、はい、はいはい、そしてこの後、あ、あ、まあ、こういうゴキブリママ、ゴキブリはいる、ゴキブリはいる、はい、何食ってるんですか、これが次の写真、が次の写真ね、ゴキブリ食ってます、これでもあのこれ嘘ゴキ、嘘ゴキでしょこれ、もちろんそう、うん、でゴキブリは飛び交ってるからね、その場合にね、ゴキブリとネズミは飛び交ってます、これの上にこのなんかあのチーズトーストみたいなのっけて出してきた、そうそう、いや、まあだからね、キャンプ何やってんのって聞かれるんですよ、はい、でよく説明できなくて、はい、まあ、みんなあのいい年をしたおっさんとおばさんがコスプレする、はい、だ楽しんでるところですよ、ですよ、またすごい写真が出てる、はい、これはね、これなんかうんこパーティー、うんうん、ひどいな、うんこパーティー、本当にひどいと思う、はい、あ、でももちろん全部食べられるものですかね、はい、ですよ、はい、もういい加減しろってことですねで最後は夏あのサマーキャンプなんで、はい、マシュマロを焼いて、ああ、まあ、まあ、なるほどね、いい感じの写真で無理やり締めるっていう、そうそう、美しく、ね、ああ、よかったな、夜が更けよく、そうなんですよ、それでね、でちゃんとパーティーで、はい、こうなんか賞状をもらって、表彰から来たでしょう、表彰された、ああ、何賞、遠くから来たでしょう、遠くから来たでしょう一番遠くから来たでしょう一番遠くから来たでしょう、これ実は今年は我々が一番遠くから来たでしょうだったんですけど、はいはい、あの最初の年はね、最初に行った年はオーストラリアから来てた人がいたんで、彼らの方が多分遠くから来たでしょう、ああ、まあね、え、日本の方が遠くないですか、
分かんない。だからイメージ的にはオーストラリアはさ、まあ、地の果てだから。いやいや、地の果てっていうか、あの英語圏だからさ、我々の方が一番お前誰やねん感が強くて、すごいね、すごい目立ってたみたいで、全然そんな気なかったんだけど、うん、すごい気になってたんだけど、あなた何なのって言われて、いいじゃないですか。で、これ皆さんも、ご覧の皆さんもね、ぜひぜひ、はい、あの表彰状がもらえるかもしれない、ぜひぜひ、いやいや、もうこれはあのエブリバディーズウィナーなんで、あ、なるほど、みんな、みんな、みんな勝ち、みんな勝ちです。やっぱ愛がね、あふれていますね。いや本当にね、本当幸せな空間なんですよ。人類愛ですね、本当にね、うん。もうあそこ、俺はもうあそこで生まれたぐらいの感じで。なるほど。あそこに帰ろう。はい。また来年も行く。いいですね。あ、T シャツ、これは今年のキャンプ T シャツなんです。はい、いいな、うん、なんかね、あの会場に行けば買えるよ。そういうことがあるとなんかね、やっぱり張りがね。だいぶほらね、円安がひどいんで、本当に、ね、円安取られるんですよ。来年ぐらいにはまた1ドル100円になってないかなっていう感じですよね。同時視聴がついに1400円。マジですか、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。はい、という感じでしょうか。はい、で最後にですね、はい、福田風太郎さんからのお便りを紹介して、はいはい、20年以上前、渋谷パルコでジョン・ウォーターズの写真展があり、そのサイン会で17歳の頃何をしてましたかと質問したら一言 LSD だと教えてくれて、とても感激した思い出がありますという。いや素晴らしい、はい、でそんなジョン・ウォーターズ著、山下喜一郎さん役サイン付き新刊が、ベースで発売中だったのが、完売、完売いたしました。ありがとうございました。まだ、まだ終わってないよ、はい、まだまだ、ね、あの一般書店ですとか、はい、もろもろで売っておりますので、ぜひお手に取ってみてください、はい、というところでございますよ。サインいたしますんで、はい、そんなところでございまして、はい、まあ、今日は楽しかったですね、はいはい、長丁場でやってまいりましたけど、うん、ね、まあ、それでもまだまだこれジョン・ウォーターズ入門編ですからね、今日ね、まあ、そうそう、まだまだから応用編をやってくるという部分もありますから、はい、あの別に1本ずつやってもいいぐらい、そういうことですね、はい、はい、ということでやっていけたらいいなと思いますよね。ジョン・ウォーターズ・ウィル・リターンということでございます、うん、はい、ぜひ、ウィルリターンのことでございましてですね、うん、そう、長々と、はい、あと今日いつもよりね30分長いんですよ、そうですね、やってしまいました、ありがとうございます、ありがとうございます、うん、はい、なので あとこれ今ちょっと一瞬出ましたけど、はい、激怒のゲームが、激怒ザゲーム、はい、激怒ザゲームという、うん、Windows、Mac どっち版もあるんですけど、うん、名前がすごいな、激怒ザゲーム、今日からですね、うん、あの激怒のホームページからダウンロードして、うん、皆さんも自分家のコンピューターで、うん、激怒の世界を体感できる、お、横スクロールの、スパルタン X みたいなゲームです。へ、ぜひスパルタン X、はい、ゲーム楽しんでください、はい、でもお高いんでしょ。高くない、ただです、これただなんと無料、無料です、うん、落とすだけです、すごい、はい、すごい、あ、もうクリアしました、まあ、クリアはねすごい簡単ですけどもあのポイント、あのね、点数を高くするのは結構難しいので、その辺も皆さん頑張っていただければと思います。ありがとうございます、ぜひやってください。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ということでまた来週も、はい、何かしらについてお話ししてまいりたいと思います、はいはい、ますので、はい、早めにねお知らせはいたしますの で、うん、そうですね、ぜひ、はい、よろしくお願いいたします、はい、というところでございました。ありがとうございました、はい、本当にありがとうございました、うん、皆さんね、本それではまた見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録者数があともうすぐで2万人、おっと、うん、登録してない人がいるんだから、あ、そうだ、秒で、ね、あのチャンネル登録、あ、そう、いいね、いいね、お願いします、応援コメントなど、よろしく、あとあの優しいコメントとかを、うん、常にお待ちしております。お願いします。チャンネル登録はマジで、あのぜひ、あのそうすると今週やるよとかすぐ分かりますからね。そういうことです。うん、大事です、うん、はい。ということでございました。うん、また来週お目にかかります。はい、はい、それでは皆さんまた来週、ありがとうございました。ありがとうございました。